どうもシドジです。プーチプーチです。大丈夫お前。いや最近喉痛くてさ、もう乾燥してんじゃない。そう、喉スプレーも買ってさ、ずっとシュッシュしてんの。きなこです。今日はね、おちょっとね、おじいちゃんと一緒に脱出マップやっていきたいと思います。おい、誰がじじいや、この草野郎。イエーイ、やっていくぞ。あ、これ殴れない。あ、殴れる。いっと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 。殴れるじゃん、殴れるじゃん。待って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 、そういうゲームじゃない。デスゲームじゃないから。んだよ、脱出マップだから、協力するんだよ。わかる？いや、スキンなら出れるのかなって思って殺してみたけど出れなかった。出れないだろ、お前。どう見ても、絶対に。くそ。あ、これが噂のイカゲームってやつか。なんか一人だけ、あれだ、かくれんぼじゃない、なんだっけ。鬼ごっこじゃなくて。なんだっけ。だるまさんが転んだ。あ、だるまさんが転んだ。じじい、おい、じじい、何言ってんだよお前。ということで、おじいちゃん2人と可愛い美少女でやっていきましょうね。はい、じゃあまずなんかね、こいつがなんか主人公らしくて、こいつに名前をつけろっていうことらしいです、名札で。イルナムにしよう。イルナムね。イルナムにしよう。イルナムか、オッケー。よし、お、合ってんじゃない。もう合ってんじゃない。行くよ、おい。お、イルナム。おイルナムだ。お前、イカゲームのおじいちゃんの名前あったやないか、お前、いきなり。じゃあ俺、三万ドンの孫義憤ね。孫義憤で俺何、うん、監督。監督作った監督。もうええわ、行くぞお前ら。ボタン押すと始まります。じゃあ行きます。レッツゴー。お、始まった。真っ暗、真っ暗だね。うん、ま、なんだ。お、イルナム。この街にはある噂がある。トンネルを抜けた先にある廃病院。遅いな、もっとテキパキ喋っていいよ。そこに入った者は神隠しに遭うらしい。俺はそんな話たかが噂に過ぎないと思っていた。めっちゃじいちゃん喋りや。あ、うんこじゃないよ。うんこじゃないよ。親友の港が姿を消すまでは。チンコじゃないよ。おい、シリアスなこと言ってんだぞお前ら。もうこんな時間か。家を出る準備をしないとな。お、待って、起きた。おー、みんなおはよう。おはよう。おはよう、おはよう、おはよう。なんだここ部屋？日記がある。読んでみる？これ。親友の港が行方不明になった。場所はこの地域では有名な都市伝説になっている廃病院だった。俺は幽霊やら神隠しやらを信じてはいない。あいつは絶対に生きているはずだ。今は警察の捜査によって発見されることを祈るのみだ。行方不明になってから3日経つが、未だに発見されない。廃病院周辺は確かに森に覆われているが、そこまで時間かかるものだろうか。いや、ただ時間かかっているだけと信じよう。人は水だけでも1週間は生きられるはず。まだ大丈夫だ。タイムリミットであろう1週間がもう明日に迫っている。このまま家で発見を待つのみでいいのか。警察ではなく自分の力でも探すべきではないのか。明日の夜、明日の夜明け前に探しに行こう。ちょうど家にはバットもある。なんとかなるはずだ。なんとかなるか？大丈夫？持ってるし、バット。痛いしねえじゃないよ。おーい、おい、戻ったぞ。戻ったぞお前。戻った、戻った。何してんねん、もう。バットどこ出した？これ？ここ。お、ば、金属バット入ってるじゃん。え、懐中電灯。何これ？いろいろ入ってるじゃん。肉とか。これすごいね、いっぱい取れるじゃんこれ。いらねえこんなに。バットこんないらねえだろ絶対。いるいる。こんないるか？じゃあ親友の港をじゃ探しに行こう。なんか廃病院で行方不明になってるらしいよ。オッケー。いや、この感じだとなんか家に物資がちょこちょこありそうな感じするよね。そうだね。忘れ物がないか確認しとこう。なんで、あ、あるよ多分。なんでプッチが喋ってんの？え、あ、なんか俺が喋ってる。プッチが喋ってるんだけど。だからだと思う。あ、そういうことね。あ、そういうことか。あ、風呂に入ってる暇はないな。なんだそれ。面白いこのマップ、すごい。面白い、面白いね。面白いねこれ。なんかタピオカ美味しい。タピオカ美味しいって書いてある、ここ。え、タピオカがあるのかどっかに。タピオカを持っていけってこと？確かにさっき港はなんか水だけで1週間とか言ったからタピオカぐらい飲みたいよな。もっとマシなもん持ってってやるよ、どうすんの。確かに。でももうちょっといいもん差し入れしたよな。じゃあなんか、あ、いといといと。あ、ごめんなさい、すみません、すみません、お嬢。あ、あーじゃないよ、あーじゃないよ。許してよ。痛い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 。もう。じゃあのログ見てみ、ログ。おい、ブチブチ。あ、シンドちゃんブチブチ倒されたって書いてあるぞお前。忘れ物ないのかもねこの感じ。ないかもね。これは初見台はなんか書いてる？これがタピオカ美味しい。じゃあ行くか、行ってみるか。うん。おい。お。お。お、何これ何これ。どこどこどこ？懐中電灯つけないと。懐中電灯か、これか。お、わかるわかるわかる。これ電車？電車かなんか乗ってるんじゃないこれ。病院までもう少しだな。車じゃね？あ、車か。お？ん？あ、着いたんじゃないこれ。みんな。
あ、車だよほら。車だった。あ、本当だ本当だ。クオリティ高っ。すげえ、ね、このマップ。え、こっちには、あ、いけるいける、みんないける、こっちにいける。本当だ、懐中電灯使わないぐらい明るいな。すごいね、めちゃくちゃ明るいじゃん。あ、これじゃない？なんかあるよ。これが病院じゃない？廃病院の割に綺麗に見えるけどね。だいぶ綺麗だよね。これ病院なのな、研究所っぽいけどね。見て、ハードルある、ハードル。あ、本当だ、クオリティ高くないこれ。楽しい。ほい。ほい。違う違う違う、こんなことしに来たんじゃない俺たち。港くん探さないと。港どこいんのかな、この中に。いるんじゃない？外は何もなさそうだったけど。そうだね。これ入っていいのかな、勝手に。大丈夫？外周見る、とりあえず。あ、そうだね。ちょっと外見てみよう、まず。シヌさん、ここになんかコインがあるよ。コイン？お金？取っていいのそれ。もらっとこうよ。あ、ニコちゃんマークコインあるじゃん。一応もらっとくか。ニコちゃんマークコインある。あとで売店とかで買えるんじゃない？買い物できるんじゃない？なんかアンパンマンのクッキーぐらいしか買えなさそうだけど、そのコインだったら。100均で売ってるやつね。ねえ。アンパンマンのクッキー。なんかあるかな？なんかありそうだけどね、探したら。あ、この車の中も一応なんか入れそう。ほい。あ、じゃああるんだよ、きっと。なんかあるよね。そんなことよりわしはゲームをしたい。お前、イルナムが一人、イルナムが。違う違う違う。あ、これ上登れそうじゃない？え、嘘。あ、登れないか。あ、いけるかな？いけるいけるいける。あ、登れた、登れちゃった、登れちゃった、これ。あれ？登れるぞ。え、これいけ、いいんじゃない？やばくない？いい、行ってもいいかな。いた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 、お嬢。怖い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 。もう上がってこれない？上がってこれない。上がってこれると。上がってこれない？上がってこれない。あー、いやー。あー。怖いんだけど。絶対ちげえだろ、これ。ピカピカしてるよ、シヌさん。やばいよ、怖い。すごい、懐中電灯じゃん、それ。すごくないこれ。懐中電灯できる、ほら。ちゃんと。え、すごい。面白い面白い。上から行く？これ上から行こうよ、みんな。戻ってこれないもん、多分。そうだ、絶対そっち行けないもん。行こうよ、みんなで。え、見て、なんか部屋があるよ、みんな、こっち側に。怖いんだけど、めっちゃ。大丈夫かな？え、ホラーマップなのこれ。違うよね。わかんない。何なんだろう。診察室とかあるよ。診察室、かわいいナースさんいる、犬かな？診察してください。僕の、診察してください。やめろ、お前。やめろ、やめたな、今。僕の、何を診察してほしいんだい？手術室の専用更衣室にマニュアルの置き忘れあり。何なんだろうそれ。じゃあ手術室の専用更衣室にってことかな。行かなきゃいけないんだ。手術室に行こうか。手術室ってことかな。はい、ということで、まあ、1階に戻ってきました、まあ、とりあえず1階探索するしかないっちゃ。そうだね、1階からとりあえず見ていこうよ、みんな。あれ、なんだっけ、オーイルナムを探せばいいんだっけ。違う違う、オーイルナムはうちらね。違う違う、あ、オーイルナムうちらなんだ。うちらだよ、うちらで。友達のミナト君を探しに来たんだよ。あ、ミナトを探せばいいの。ナオトいるかな。ナオトじゃないね、ミナトな。インティライミじゃん。どこだよ。てか何しに来たんだっけ、あいつ。ミナトにタピオカ飲ませに来たんだ。あ、そうそうそうだそうだそうだ。あ、そういうことだ、そうだそうだ。え、ちょっと怖くなってきた。え、なんかすごい、なんか扉みたいあるよ、手術室みたいな。あ、なんか手術室になんとかマニュアルって言ってなかったっけ。違う、手術準備室だっけ。なんか書いてたよね、見て。あ、307号室。307号室に来てくれ、怪我で動けない副所長。俺の誕生日の部屋だ。マジ？おめでとう。本当だ、おめでとう。え、さっきのさ、上の部屋がさ307じゃないんじゃない？違うかな。え、あれプッチが行った向こうに。なになになに、これか、これだ、これ多分これだ。おお、エレベーターだ。エレベーターか。あ、すげえ。明るい。3階、あ、じゃあ30なんとかで3階行こうよ。3行こう。3階これだね、これ。ほい。おお、すげえ。なにこれ、クオリティ高えな。おお、イルナム。おお、イルナム。え、怖いんだけど、なんか血なのこれ。血じゃない？え、怪我してるってことか。305、これなんか書いてない。え、待って、ゾンビいる、ゾンビいる、ゾンビいる、みんな。ゾンビいる、ハテナハテナハテナって書いてる。誰？しちゃっていいの？ゾンビだゾンビだゾンビだ。痛いな、ゾンビじゃないゾンビじゃない。え、今名前がね、出てなかった今。殺しちゃっていいのか。中入る？え、待って、ワンチャンあれじゃない、ゾンビ化しちゃったみたいなある。あ、なんかある。入所用カードキーだって。あ、取れた。あ、これなんか使うんだ多分。入れる場所があるってことが、これで。ここが307だったのかな。ならこっちは特に何もなさそうだね。これが306号室か。サボテン？見て、サボテン取った。あ、本当だ、サボテンじゃん。手怪我するぞそれ。サボテンってあれでしょ、食えるんでしょ。そうなの？え、違ったっけ。え、食えるよ。食えるよね。すげえ。なんもないな、こっちも特に。なんもないね。
じゃあさっきのゾンビのところに入所のカードキーがあったってだけか。反対側これね、懐中電灯を左手に持つという左手。あ、そういうことね。確かに確かに。じゃあこっちも探しますか一応。この301と303までの間も。オッケー。じゃあ301は何もなさそう。302は？何もないねでも。302もなかったね何もね。303は？花しかないね。え、ないね。何もないっすね。じゃあこっち側は何もないわ。じゃあとりあえずこっちにはもう用事がないとして次こっちだね。便所。あ、便所便所。おトイレおトイレ。脱出マップあるある。便所。何かしら便所にありがちだから。個室少ない。1個しかない。女子トイレ、女子トイレ。男子トイレの方が広くない？珍しい。ね、男子トイレ、ちゃんとある。立ちションするとこあるよ、ちゃんと。で、こっちが？なんだここ。コンビニエンスストア的な、なんか病院内の。あ、病院的なね、売店だ。あ、そうここ売店なんだ。なんか病院の売店ってちょっと美味しそうなのね、結構売ってるよね。わかる、なんか病院の売店ってすげえそそられるよね。わかる、なんかよく病院行った時売店行ってジャンプ買ってお菓子食って、待ち合わせで待ってた。やってたわ。行きますか。一旦一回戻る。全部見てないもんね、まだ。一回見ましょうか。オッケー。で、1階のこっち側もちょっと探索してみるか。これ待合室じゃない？これ何番の人ってこう呼ばれた人が座るところ。ああ、そう、あの住民票とか取り行くやつだよね。いや住民票、お前それ市役所だろ。あ、それ市役所か。病院ってでも怖いよね。廃病院だから何もないんじゃない。逆に廃病院だってさっきいたじゃん、ゾンビ。そうそう、ゾンビさっき多分副所長が多分ゾンビ化してしたよ多分あれ。あ、ご愁傷様です。うん、結局自分も治せない医者ってどういうことなんだろうね。数学ってだいぶ皮肉だね、確かに。確かに。2階かな、これ。2階だね。戻ってきたね。あ、女子トイレ、男子トイレある。とりあえず女子トイレ入るね。じゃあ俺もちょっと男子トイレ見るか。なんでお前女子トイレから見るんだよ、さっきから。いや、男子トイレより、あれじゃん、綺麗じゃん。まあ確かに、女子トイレの方が綺麗なイメージあるけど、女子トイレって綺麗なの。でもなんか清掃は行き届いてるイメージがめちゃくちゃある。あ、やっぱ綺麗なんだ。前だお嬢から聞いたんだけど、女子トイレってさ、こうどこどこ空いてますよって一瞬で分かるパネルついてるんだって、電子パネル。え、何それ。なんかさ、サービスエリアとかのトイレってめちゃくちゃ広いんだよ。うん、だからその迷路みたいになってるトイレが、まずはいなんか電子パネルみたいなのがついてって、空室、トイレの空室があるとそこが緑色に光るみたいな、あのラブホの、あの部屋選ぶみたいな感じになってるってこと。そうマジみたいな感じ。なんかもっと簡易的なやつがついてる。じゃ女子トイレは実質ラブホ。ちょっと違うけどそんな感じ。違う、見てるやつわからんやろ。これ手術室だよ、みんなこっちに。あ、手術室の更衣室に何かあるんだよ確か。こっちか。ほい、なんか雲があるよ、雲があるよ。大丈夫プチ。プチバカ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 。こっちだね。うわ、プチ手術室だよ、みんな見て、すげえ。なにこれ、こう結構怖くない？これ待機室専用更衣室、ここに何かあるって書いてあった。はいはいはい、これか。紙に行ってみてみよう。怖いから私ここで待ってる。ちょっと誰か来てよ、怖いんだけど一人で見て。なに なんで装備あるの。装備ここのね、椅子にね、こう何これ、飾ってあったの、なんだかわかんないんだけど、手術用の道具。何これ、いいの。じゃあ奥見てみるか。そうだね、奥行こう。何これ、なんか墓場みたいな、あのイカゲームのほらさ、なんか死体をさ、なんか送り込まれるとこみたいなとこなんだけど。何でもかんでもイカゲームにすんなって。え、レア室なんじゃない、じゃあそれは。あ、そういうことね。お、食用品マニュアルがあった。お、ナイス、マニュアル。基本的に医師が入ることはないが、カルテなどの確認の際に稀に使用するので、受付内の書類の場所はある程度把握しておく。診察室等から受付に電話をかける際には内線のみ使用すること。書類の場所チェック一覧。手術室、ここへ入る際にはこう衣服と消毒をしっかり確認すること。手術器具の事前確認、例えば機械の動作やメスのかけがないかと確認。お、あ、これ漢字間違えてるのか、うん、おって言っちゃってイルナムになってる。おイルナム、おで止めないで、お行う。来ました、研究所、社外秘。え、社外秘、それはとんでもない秘密だ。やばいぞそれ。来たぞ。一番左のエレベーターからのみ入れる。エレベーター内にて以下の作業を行う。照明の真下に立ち真上を見る。そのまま8秒経つと認証完了。
エレベーター内にカードキー差し込み口が出てくるので、入所用カードキーを挿入する。研究所へのエレベーター移動は最小限にとどめるため、入所の時はなんとかって書いてある。これは入所用カードキーさっき手に入れたよね、確か。手に入れた。ちょっとエレベーター秘密の何あるの、そういう、そういうことだよ、そういうことだよ。社外費って言ってたよね。待って待って、研究所があるってことこれ。いたいたよ、バカバカバカ、死にたくないってここで。エレベーター行こう。はい、照明の下に立ち、真上を見つめて8秒経つ。あ、よく覚えてんな、みんな。こう1、いや、数秒前の出来事やろ。3、4、5、6、7。照明の真下じゃなくないか。え、ま、ずここ照明これで、これだよ。お前どこに立ってんの。こうかこうかこうか。あれ、なんか、え、もう8秒経った。え、そう、いや、経ってない、まだ。ほんと。いや、もう経ったでしょ。あ、出て出て出て、すごいすごいすごい。え、ほんとにそんなんできんの、すごい、すげえ。あ、これだ、どうやってやったんだろう、これだ。あ、出て出て出て、あ、すごいすごいすごい。え、ほんとにそんなんできんの、すごい、すげえ。あ、これだ、どうやってやったんだろう、これだ。いくよ、これにカードキーを入れると、おっ、おっ、すごくね、これ、すごっ、え、すごっ、何これ、え、なんでそんなことできんの、これ、すげえ。いくよ、早く押して、うん、怖い、ピコンってなった。え、あ、到着までしばらくお待ちください。動いてる動いてる動いてる、めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてるよ。怖い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 。え、マイクラすげえ。え、待って、研究所からこっから、こっからやろ、今から始まるんや、新大阪線。こっからなんだ。もう終わるくらいのテンションだと思ったのに、私もう上昇だったんだね、今のね。え、なになになに、ついたついた、こっからなんだね、もうこれで終わりかと思ったわ、まさか、これで終わりかと思ったわ、親友がいるかと思った、イルナム見つけて終わりだと思った。いや、イルナム俺たちだから。待って待って、なんかめっちゃいる、めっちゃいる、ゾンビ、めっちゃゾンビいるよ、みんな、やばやば、なになに、どこにいんの、ゾンビ、ほら、ゾンビ来てる、ゾンビ来てる、どこ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 って、お前割れてんじゃん、めっちゃ。なになにしてる、あ、なんか落ちた。トイレ行った時に鍵落としちゃったかな。あ、トイレに鍵があるっぽいよ、みんな。なるほどね、トイレ行かなきゃね、トイレ行かなきゃ。よし、じゃあ倒せ倒せ倒せ。これみんなあれじゃない、あの病院のあれじゃない人じゃない、これもしかして研究材料の人たちだ。どっちから行く、右左、あ、右の方、トイレとりあえず探すか。オッケー、よし、こっち行こう、こっち行こう。どっちだよ。くる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 回って、ここなんだ、あ、食堂かな、食堂だね。なんかまた紙ある、あ、本当に、調理場からカードキーを流しちゃったとか聞こえたな。調理場は入れないです、まだ。あ、調理場入れないんだ。はい、あ、そっち側なんだね、なるほど。あ、これぐるぐる繋がってんじゃない、一周。あ、本当だ、あ、本当だ本当だ。あ、待って、まだいるわ、ゾンビたくさん、めっちゃゾンビいる。あ、やっぱ食堂だったわ、ここ。え、トイレにとりあえず行って、トイレで鍵探したよね。おトイレ探そう、おトイレ。あった、トイレ。あった？こっちこっち。そっちか。研究飲料、寮がそっちにあるっぽい。ね、こっちが寮っぽいよね。うん、こっちか。鍵は男子便所かな、女子便所かな。どっちだろう。どうせ女子だよ。どうせ女子か。どうせ女子。男子ないっすね。あった？うん。どこにあるんだろう。隙間かな。隙間っぽいよね。あー、お嬢、ゾンビ来てる、ゾンビ覗かれてますよ。びっくりした、今手入ってきて驚いちゃって。でもなんかゾンビ出たってことはこの辺どっかあんのかな。ビンゴ、え、絶対あるよね。ありそうだけどね。ここのトイレじゃないって可能性もあるけど。すっごいくだらない話してもいい？何？どうぞ。なんかさ、あの多機能トイレってあるじゃん、多機能のトイレ、うんうん、でなんかさ、音声メッセージがさ、多機能トイレはこちらですみたいに言ってるじゃん。あー、うん、ポーン、あのみたいな感じね。そう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 、目見えない人にも分かりやすいように。うん、で私ずっとさ、それさ、多機能トイレだと思ってて。多機能トイレだと思ってたの。多機能トイレね。そう、多機能トイレですよね。まあ、あの高級な、なんかレストランとかであるよね。多機能トイレ。レストランみたいな、多機能トイレだと思ってた。多機能トイレね。バカじゃん。なんだろう、多機能トイレってって思って。ちげえだろ、お前、絶対。絶対多機じゃねえだろ。トイレちょっとやめて、お嬢、違うとこ探しましょう。そうだね。研究飲料に血が続いてる。ほんとだ。でもまだ入れない、ね。まだ入れないっぽいね。どこにあるんだろう。あとは調理場だよね。トイレ調理場が今のところヒントだよね。え、じゃあこっちは
なんかまた後でって感じだね多分。そうだね、寮は後回しにしてちょっと別のところから見てみるか。こっち側？そうですね、一旦そっち側から見ますか。ゾンビいるよ、ゾンビ。こっち側なんかありそうじゃない？こっちかな多分。こ多分こっちだよ。すげえ、ここ振動さん。ん？入りたい。どうした？リラックスルーム？めっちゃ自然。リラックスルーム。あ、すげえ、なんか自然があるんだけど。すごくない？へえ、面白。すげえな。やっぱこれ地下にあるからそういう施設がね、あるんだろうね。必要なのかもね。まだ全然広いね。トイレ。住んでる。あ、トイレこっちにもあるじゃん。これじゃね、多分。あ、そっちの方か、ワンちゃん。あったね。なんか来たぞ。なんか来たぞ。誰？誰だよ。お前誰だよ。ここの研究員さ。研究じゃない、囚人服じゃんお前絶対それ。こっちにあるぞ。こっちにあるの本当に。あるある、絶対囚人服じゃん。研究員の人の言うこと聞いてみようぜ。うん、聞いてみよう。なかったらあれボコボコにしようよ。本当にあるのかな。男子トイレだよ、男子トイレ。お前女子トイレなかったか男子トイレって言うのやめて。なかったらどうするのこっちに。ないよ。ある。ある？あるある。あるあるってないんだけど。え、どこにあるんだろう。じゃあトイレでもまだ別にあるんだろうね。こんだけ広いしね。あ、なになになに、なにそれ。現在地。あ、すごい、現在地。地図あるじゃん。1階地図。待って、1階ってことは多分2階もあるぞ。あ、これじゃない、地図これじゃない。あ、すごい、地図ちゃんと優しい、ちゃんと地図作ってくれてる。3つある。あ、じゃあ1個もらうね。あ、そういうことね。緑がトイレって書いてる。緑がトイレ。うん、緑がトイレって、トイレ。じゃあトイレとりあえず行くしかないね。だね。しんどさん、トイレありますぜ。あった、トイレ。マップ見てよ。あ、ごめん、全然マップ、全然マップ見れない人なんだよ。え、マップ何これ、どれトイレ。緑がトイレだと思う。バカしかいないのか、ここ。ほんとだ、おじょ、これだ、これトイレだ、ここトイレの場所だ。これトイレだよ。すげえすげえ、ちょっと探してみようぜ。あるんじゃない。あ、これか。トイレめっちゃあるじゃん。あ、あったー、コイン。ナイス、コイン発見。コインが必要なの。コインがあったよ、コイン。何流したって言ってたっけ。鍵って言ってたよね。これじゃないよ、多分。あった、研究飲料4。お、ナイス。あ、それだそれだ。あ、なるほどね、これか。ナイス、お嬢。よし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 。ナイス。ナイス。え、コインもなんか使うんだろうね。今2個目だしね。何使うんだろう。こっち何？制御室。制御室だって。え。あ、すごい、自動ドアになってる。すげえ。コンピューター？コンピューターじゃない。コンピューター。コンピューター。あ、Windows だ、すごい。ちゃんと入ってる。安心するところ。すごいな、本当だ、ちゃんと Windows だ。このボタン押してみよう。え、なんか押しちゃった、なんか、え、なくなっちゃった。え、なになに、大丈夫大丈夫、気まずい、なんか、え、気まずい、なんか、なんか気まずい、なんかなくなっちゃったね。気まずすぎる今のは。え、大丈夫かな。ぼちぼちするもんじゃないですよ、お嬢これ。まあいいか。まあいい、いいでしょ別に。まあとりあえず、まあ今のところはなんか使わないんじゃない。したら寮行こうよ。じゃあ寮行ってみましょう。行くか。寮行こう、寮。あ、とりあえずこっち見ていい、先に。あ、ちょっと見よう。ダイヤモンドジムだって。あ、ジムまであるんだ、すげえな、ここの施設。すげえ、すげえ、何でも揃ってる。え、なにこれ、なんかガストの涙、ブレイズパウダーとかめっちゃ入ってんだけど、これ何使うんだろう、これ。とけば全部ポーションの材料っぽいけどね。あ、そういうことね。なんか直すんじゃない、後から。あ、あれだ、村人がゾンビになってて、それをポーションで直す系だ、多分。あ、そういうことね。うん、港多分ゾンビになってるのは確定だ、この感じだと。うわ、マジか。じゃあもうやん、もう、もういっか、じゃあもうゾンビになってるんだ、帰ろうか。ダメだろ、お前、港進まないで。オイルナムの親友なんだから。喋るわ。親友なの。親友、親友。なんもないね。これあれだよ、ね、お水をすくって飲むところじゃない、これ。あー、あの神社じゃん、神社じゃん、神社。ちげえだろ。まあ、とりあえずゴールドジムはまあいいとして、ダイヤモンドゴールドジムなんだ。あ、ダイヤモンドジムね。ダイヤモンドジムなのに。ダイヤモンドジムとりあえずいいとして、ちょっと違うとこ探してみようぜ。あ、とりあえず寮行ってみるか。そうだ、オッケー。寮でなんか見つかりそうな気がする。さあ、とりあえず寮まで移動したいんだけど、なんで、なんなんこいつら、さっきからずっと出てくるんだけど。あ、ゾンビがいる。めっちゃゾンビいるじゃん。多分暗いから湧くんだと思うよ。あ、そういうことね。あ、そういうことなの。自然湧きだと思う。もう湧いてんだこいつら。いや、バット強いな、めっちゃ。これ血が気になるよね、この寮までのさ。え、でも多分その寮4、血んところじゃない。あ、違う、これ2だ。2だこれ、4だ。奥だ、隣じゃない多分。こっちか。ほら、あ、ここだ。これどう使うのこれ。え、投げてみるか。投げてみる。おっ、ほら、すげえな。どういう技術なんだ。ゾンビの声聞こえた。マジ。はい、入った、早く。やばいな、みんな。おい、痛い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 。俺倒させようとしないで。怖い怖い怖い。ゾンビいる？いなくね？あ、カードがあった。
高一のカードがあった。それ女子高一じゃん、ないないそれも。おいいね。テンション上がるとこおかしいって君ら。女子高一だよ。マジ？一応チェスト見て回る？一応ちょっと開けられなくないこれ？開けられ下の段は開く。あ、下の段か。下の段だけ開くね。あ、しんどさん、これ怪しくないですか？これ。うわ怪しい。これ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 。うわめちゃくちゃ怪しいじゃん。何かに使いそうですよね。こんな出てきそうじゃない？こっから。え、出てくる方？じゃあ閉じとこうよ、それ怖いから。え、多分違う、どっかから多分脱出した時にここに出てくるんじゃない？ここに来るんじゃない？なんかね、はい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 、出てきそうな気がするよね。あ、出てくるってそういうことね。自分たちがってことか。そうそうそう。お前言い方考えろなんかなんか分かる分かる、なんかそういうなんか気持ち悪いものがザザザザって出てくるみたいなね。うん、って方かと思った。だよね。俺もそう思った、ちょっと。テスト何もなかったね。何もないっすね。それ女子高室行こうぜ。オッケー。更衣室、さっきのさ、地図あった方だったかな。そうだね。あれシャワー室だったっけ？あれ更衣室だったっけ？あれ更衣室、更衣室。あれ更衣室だった。やっぱ女の子のね。やっぱこう残ってるでしょ、何かしらね。アイテムが。いや、女の子のアイテム探すゲームしてるだけ、今。いや、違う。あ、ミナトって女の子、あ、大変。あー、まあ、まあ、確かにミナトってまだ性別わかんないから。わかんないよね。おいおーい、つマジで。ごめんごめんごめん。目の前にいたから。やめてよ。え、結構広いな。あ、女子シャワー室。こっちも気になるな。お買い物してる時みたいな感じでやめて。こっちも気になるな。ここの店気になるな。こうかこうか。行くよ。ほい。おーい。あ、いた。おお、高室だ、女の子の。花園だ。花園だね。お、ここに、ここに洋服をかけてたってことか。あ、そういうことね。パンツぐらい落ちてないかな。で？え、なんもなくない？え、そんなテンション上がるためだけ？テンション上がるためだけはちょっとないだろ。違うか、さすがに。あ、これだ。これこれ。あ、あった。ナイス。調理室。パンツ。じゃあ調理室行きましょう。でこれでキッチン行けるようになるね。そうだね。キッチンにもなんかあるって言ってたよね、そういえば。調理室になんか物流してるみたいな話だった気がする。順調に港まで近づいてるよね。早く港に会いたいな。女か男か会いたいな。港ちゃんかもしれないし、まあもしかしたらもう手遅れになってるかもしれない。あ、これだ、あったぞ。行くぞ。あー、それか。ほい、ほい、お邪魔しまーす。いい、ね、おー、すげえ、めっちゃ調理室じゃん。なんか水あれだよね、流してるって言ってたよね。ここら辺かな。うん、コップあった。コップ、ここにコップが入ってる。あ、本当だ。一応取っとくか。なんか使えるかもな。これ昆布育てるんじゃない？ああ、そういうこと？え、今？わかんないけど。後で見せとこう。怖い怖い怖い。ポップン使うかもだから。昆布。なんか使うんだろうね。鬱憤を晴らすためにするかも。おい、ね、インフムだよお前。インフムだ。あ、またなんかあのポーションのアイテムが。あ、これだ。ここ、ここの下。あ、なんかありました？ほら、これこれ。あ、すごいお嬢。あ、よく見つけたな。あ、カード。すげえこれ。研究飲料1だね。1だ1だ。じゃ研究飲料に行く感じかな。なんかこっちにアイテムめっちゃ入ってる。どれ？一応全部持っとくか。なんかポーションのアイテムみたいのがいっぱい入ってる。あ、じゃあ持っとこう、持っとこう。じゃあ寮行く？とりあえず寮行こうか。寮行こう。移動し、移動しよう、はい、こっちも気になるよね、この倉庫もね。なんか後で行きそうだよね。倉庫行ってみるか。いた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 。ゾンビ、そっちそっち。プッチ、あ、こっちか。そう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 。バカったね。あの俺な、とりあえず殴ろうと思うのやめようよ。あ、倉庫か、大倉庫か。ちょっとごめんなさい。タイムっぽだね。危ない危ない。なんでやそれ。な、見えるけど。怖い怖い怖い。なんかありそうだね。何？わ、なんかすごくない？こっち搬入口みたいのがあるよ。え？すげえ。なんか搬入してたのかな、ここに。研究するために。ほら、わお。あ、すごい、よく見たらこれあれじゃん、あのリフト、なんかほら持ち上げるやつ、ウィーンって、ほらウィーンガシャガシャンってやつでしょ。すげえな、これ語彙力。ウィーンガシャガシャンで会話しないで。すげえ。これでも本当に何かに使いそうだね、そのうちね。え、後で来るんだろうね。じゃあとりあえず研究飲料行ってみようよ。オッケー。研究飲料は確かこっち側だよね、奥の方だよね。うん、うわ、何が待ってるんだろうね。何も待ってないのかな。あ、こっちか、左か。これか、こっちじゃない？これだ。あ、ここだここだ。よし、じゃあ開けとくわ。開けます。ほい、開けましたよ、お嬢。はい、行きましょう。で、行くぜ。よし、行こう。おー、また多分カードがあるんだろうね。さっきと一緒だ。どこだ。ほんとさっきとあんまり変わり映えがないけど。いや、はしごかかってないの、ほら。ほんとだ、上がれるじゃん。これだ、多分これじゃん。行って行って。え、何があるんだろう。え、行ける？ちょちょちょ、行ける？混雑してる。シェンス登ってみて。はい、どう？よし、そうそうそう、それで来る。おー、すげえ、ダクトがあるよ、お嬢。いける。待って、行く。え、すげえ、すげえ。オッケー、行こう。オッケー。怖い、戦闘行け。痛い痛い、スパイ映画みたい。トゥルルルルル。ててってーん、てんててーん。スパイ映画じゃねえって、それ。ジョーンズなんだよな。あ、スパイ映画じゃない。あ、いて。あ、どこだ、ここ。これで、
多分3だよ、研究所じゃない量。あ、これ3か。なるほどね。え、じゃあ他になんかあるんじゃない、あっちの部屋。え、そうなのかな。てか3の鍵じゃないから3にあるんじゃない。え、ここにさ、来れるようにしたのかな。え、だからこの部屋になんか隠されてるんじゃないかな。あ、ほら、やっぱそうだ、ここ入ってないとこだ、ほら、あれがない。あったー、ほんとだ、ありました、お嬢。ありましたよ、チェストの中。あ、ナイス、シャワー室、男のシャワー室か。ナイス、急に愕然と。チェストさん、ここも入ってる。あ、ほんとだ。これ、ちゃんとチェスト見た方がいいかも。一応見た方がいいね、これね。なんか入ってるね。うん、入ってる、結構入ってる。ははは、ブッチ、何してんの。出れない、出れないじゃん、で入れない。はいはい、入って、入っていいよ。はい。でも全部、いや、もう出るんでしょ、もう。あ、全部見たか。もう、もう出よう、ほら。オッケー。よし、じゃあ、研究料のコイン料3も大丈夫だね。オッケー。1全部見た、チェスト。1も一応見たけどね。あ、ほんとに全部は見たのか。一応見たけど、何も入ってなかった気がする。うん、あれじゃなさそうだね。あ、あれ入ってんじゃん、バーカ。うそ。バレた。バレた。あ、コインあるじゃん、お嬢。うそつくなよ、見てないだろう。だってあんな早く全部見れるわけないもん。ね、ごめんごめん、ついつい。え、じゃあシャワー室に行こうぜ、みんな、シャワー室。多分こっちら辺だった気がする。こっちだ。あったあった。こっちだ。これか。あったよ。あれ？じゃあ開けまーす。あ、これか。はーい。オッケー、シャワー室開けました。おー、すごい。シャワー室っぽい。でも清潔だね。おー。でもさ、研究所なのにさ、意外と作りが繊細だからさ、これは研究員の場所なんだろうね。あった、しんどしさん。あった？うん。あ、すごい。リラックスルーム来たよ、お嬢。え、めっちゃ入りたい、あそこ。おー、やったー。リラックスしよう。よし、リラックス、リラックス。マッサージがいいね。え、シャワーがついてる、ここ。え、本当だ。あ、すげえ、サウナじゃん。あー、えぐい。いいわ、超いいわ。何これ、なんでサウナ、いい暮らし。多分研究員の場所で実験体は違うんだろうね、ここじゃないんだろうね。あ、そういうことで、研究員たちはいい暮らししてるってことか。うん、なるほどね。で、そのいい暮らししてた研究員たちが皆殺しにされちゃったみたいなね。港に、すごい話だね。港が皆殺し、うん、おもんな。ここら辺だった気がする。あ、ここだ、ここだ。あったあった。よし、ほい。さあ、リラックスルーム行きまーす。レッツゴー。おお、これリラックスできるか、これ。え、でも地下で暮らさなきゃいけないならめちゃくちゃありがたいけどね、これ。まあ確かに。だよね、すごい。なんかあるんじゃない、ここら辺にも。リラックスルーム、すげえ。あ、流される。わかったわかった、こうだ。あ、こうだ、なんかここの穴がある。あ、すごい、ブッチ入った。俺もそっち行きたい。これ潜って、こう。あ、こうか、こうか、こうか。おお、おいおい、ガツくな、こいつ。待って待って待って、死んじゃう。待って待って待って、無理だ。死んじゃう。え、死んじゃうの、これ。あ、危ない危ない、死ぬところだった。これしかも道めっちゃ複雑なんだけど、わかんないんだけど。マジ？え、何これ。やばいやばい、死にそう死にそう死にそう。右来た、右、右来て、右行った。右右右ね、右ね、こっちね。呼吸ポイントある、ここ。死んじゃう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 。死んじゃう。あ、いた、お嬢いる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 。上がってきて。こうか。あ、危ない危ない、何これ。すごくない？おー、死ぬかと思った。あ、お嬢とチュッチュできるじゃないですか、ここで。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪いよ。すごい、すごい、すごい、すごい。どこだ？どっちですか、これ。ついてく、振動さんに。オッケー。こっちが行こう。こっち行き止まりだよ、バカ。あ、お前。いや、行き止まりだった。こっちが行こう。オッケー、オッケー。ダメージ食らうの早くね。なんで、なんで、なんで？待って待って。めっちゃ真っ黒ね、めっちゃ真っ黒、めっちゃ真っ黒。いけそう、いけそう。あ、待って、いけない。あー、閉じ込められてる。こっち外れ。あ、待って、レバー、レバー、レバーある。ぐっそー。いけそう、いけそう。待って、いけない。あー、閉じ込められてる。こっち外れ。あ、待って、レバー、レバー、レバーある。オッケー。ぐっそー。私だけ出てきちゃった。おい、どこ、ここ。あ、女子タワー室来て。あ、女子、そっちね。そっちに出てきたんだ。はい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 、開けてあげる、うう、開けてあげる。お前、なん TP してんだよ、バーガー。おい、なに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 、じゃねえよ。なになにじゃねえよ、お前。あったよ。お、サウナ？あ、これか。うん。お、ナイス、男子更衣室、男版だ。よし、行くぜ、男の部屋。よし、男部屋行こう。あれ、でもさ、水路のまっすぐ行ってないよね、まだ。あ、行ってみるか。リラクゼーションチルルームでしょ。チルルーム、チルってなんだっけ。チルしようって、なんドリンクあるよね。え、なんかあるよね。チルしてるみたいな。チルする？そうそうそう。チルって何？リラックスみたいなっていう意味なの。うん。レッツゴーレッツゴー。まっすぐ行けんのかな、これ。ここ一旦空気だ。行くの。あ、ここ一旦空気か。まっすぐ行こうか。よし、まっすぐ行ってみよう。あ、カードキーあるわ、お嬢、すごい。あ、マジ？よかったよかった。何のカードキーだ、これ。
エレベーターキー地下2階。おお、新しい階層に行けるねこれで。すげえすげえ、痛い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 。てかカードキーないと新しい階層行けなかったの知らなかったね、そもそもね。そうだよね、まだ下があるんだねこれ、地下がね。おい、なんかモンスターがいるんだけどこれなんかこれ、これ敵じゃん敵がよ敵が。ちょっとこれ上がっていこう。よし、痛い痛い痛い。こいつこいつ何なの、敵なの。そうだよ、ペチさん敵だよ。ミナト探す気あるの。え、正面正面ミナトどうでもいいもんね、ペチさん。確かにね、もう誰ミナトって、もう忘れてる忘れてる。よし行こう。よし、おさあ何があるんだろう。男子更衣室ってなんかファフリーズじゃなくて何だっけ、あの制汗剤の匂いしてそうだよね。ティーブリーズなんかそんなやつ。エイトフォーみたいな。あ、エイトフォーよく使ってた。エイトフォー懐かしい。今あるのかな。え、おあるじゃん。おいおい、どこあったんだよ、言えよここここここ。え、なんか話盛り上がってたから俺取っとこうと思って。あ、そういうことね。あ、いけない、あいつ検体保管室 2B って書いてる。検体保管室検体お前じゃん、変態は。行くぞほら、行こう行こう。え、でもさ、それこの階にあったっけ、変態保管室。いや、2階って書いてる、 2B って書いてるから。じゃあエレベーターだ。地下2階だね。と2つあるね、どっちだろう。あ、これ地下4階しか行かないよこれ。いや、こっちこっち。あ、でも行けないわ、1階。あ、これなんかこのカードキーで行けるんじゃない。投げてみれば。あ、いけた。おお、すげえ。ほい、地下2階。ごめん、シリウスさん、ごめん。間違えてマップぐるぐるしちゃって、どれが分かんなくなっちゃって。おーい、分かんねえだろ、これ。どこだよ。どうなってんだ、これ。え、これこれこれ。あ、違う。それ、あ、あ。ストップ、ストップって、ストップ、ストップって言ってもらおう、ジョニー。これ。ストップ、それ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 。あ、これこれこれ。よしよしよし。よし、覚えとんな、お前。すごいな。で、これ行こうぜ、これ、エレベーター。はーい。ほい。おー、来た。で、これ今地下3階ってことなのかな、これ今登っていくか、2階とかに。じゃあ2階行ってみるか。じゃあ地下2階。オッケー。お、あ、待って、敵ある敵ある敵ある。これが地下2階マップだ。2階もらうじゃん。あ、違う、ほんとだ、違うわ、マップ変わってるわ。探索してみるか、地下2階。はーい。何だっけ、マサトだっけ。マサトが誰か探す話だったよね、確か。ムサトで、ムサト。北斗だよ、北斗。北斗か。じゃあ北斗探そうか。会議室やろ。ねえ、こっちか、ね、なんかあるよここ。え、何これ。あ、チェスト。ほんとだ、ニコちゃんマークのコインゲット、4枚目。おい、いいね。これなんかに使うんだろうね。これなんか動きそうじゃない、ここ。あ、すごい。あ、違う、マイクかこれ。あ、マイクだ。それでは会議を始めます。はい、おちっこに賛成の人。はいはい、はい、じゃあおちっこです。はい、決定。何が決まったんだよこの会議で。同盟。え、なんか呼び方、おちっこって呼ぶか、おちっぽって呼ぶか、どっちがいいかって、うん、やめとけやめとけやめとけまあ俺はちっぽ派だけど。なんかあれ、いろいろ部屋あるよ、なんか新しい部屋が。何これ。あ、入れないだろ。実験室だって。ミノシ、やっぱなんか実験してたんだろうねここでね。ゾンビがいっぱい、やっぱゾンビを生成するあれなのかな、施設なのかな。あ、トイレ。あ、出た。あ、トイレ。絶対トイレはあるよね。トイレの、トイレの。女子トイレにエッチな紙が落ちてる。え、マジマジマジ、女子トイレなんだそれも。何、どんな。ほら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 。え、あ、ほんとだ。動力室、もう見えないね。動力室のどこかにポーションの調合に関する書類があったような。だって動力室。え、なんかち、あ、そういう日。そういう日はやめろ、そういう日はやめろ。違う、モラル、モラルを守りなさい実況中は。言ったじゃん、濁したじゃん。ということじゃないの。違うよ、多分死んだんだよ、死んだんだよ。それが初めて。最低だな自分のチャンネルだからって。お前、動力室、動力室、動力室探そう。みんなどこにあるんだろう。あ、トイレ。トイレある、一応トイレ見るか。ここも女子トイレだ。お前最初絶対女子トイレ入るよな。女の子いる、女の子いる、マジ女の子いる。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。本当に本当に本当にバレちゃった。女の子じゃねえだろ絶対。ちげえじゃん全然女の子じゃない。女の子だとしてもゾンビになってるし。シヌさん、でも女の子のゾンビでもいける。びっくりした。なない、その質問。なんか俺ゾンビでも何でもいいと思ってる、もしかして。何でもいいと思ってる俺。何でもいいと思っても失礼やなお前。ゾンビでもいい。この間言ったじゃんツイッターのさスペースでさ、女の子だったら何でもいいって言ってたよ。言ってねえ言ってねえ、そこまで言ってない。じゃあ G カップのゾンビで、え、めっちゃ顔可愛くて、うん、別に肉も剥がれてなかったら大丈夫。いやもう最高やな。でただの女の子じゃん、うん、女じゃんそれでも腐ってるね肉は。いや関係ないやろ、どこだ。もうそんな話はいいんだよ。動力室探そう、動力室。
これ別じゃない？あ、これじゃない？これは解析室。めっちゃいろいろあるね。広谷園2階はそういうあれなんだろうね、施設なんだろうね。あ、これっぽい。あった？わ、めっちゃゾンビおるやん。こいつらも慣れの果てなんだろうな。死ね。いや、バカ、俺ゾンビじゃないって。おい、どこだよ、ここ戻されたぞ。あ、これだ。あ、これだ。これ努力した。わ、ちっちゃいチッコチッコに来た。チッコチッコに来た。やばい、急げ。頑張って、しんどいさ。おーい。頑張って。頑張れ。頑張れじゃないよ。働いて。待って。やばい。よし。ありがとう。ありがとう。しんどいさ、お疲れ。ありがとうじゃないよ。働かせるの、俺だけ。ここに何があるんだっけ？ここに、ポーションの調合に関する書類があるそうです。ポーションあるよ、しんどいさん。あ、ポーションってか、水の瓶。あ、マジ？もらっとく、一応。あ、ほんとだ。一応もらっときましょう。はい。なそういえばなんかあれだね、確かなんだっけ、食堂じゃなくてなんか調理場でなんかいろいろポーションの素材ゲットしたよね。これそうだ。あ、取れた。作成器用レシピ。やべ、漢字が読めないのがバレちゃう。ガス除去法用ポーションの作成。あ、除去も読めなかったのか、かわいそうに。水の瓶をよく冷やしたもの、ブレーズパウダー、はい、発酵した蜘蛛の目、ガス、うるさいな。置き方、専用の作成機のみ、なんとかは空白です。わかんない。お嬢見て、これわかんない俺。ん、はい、なんか作れるらしいよ。ガス除去用ポーションの作成、水の瓶は持ってる、ブレイズパウダー持ってる、発酵した蜘蛛の目って持ってたっけ。あった。ガストの涙は、ガストの涙持ってます。でもこれなんか専用の作成機って9個あるからさ、もう作成機ってのを探さないといけないってこと。そうだね、多分このポーションの貯蔵台では作っちゃいけってことだ。ああ、そういうことね。なんか形が全然違う。あ、違うんだ。うん、そう全然違う。はい、なんか作業台風なだよね。9個あるよね。ねえ、違うよね。多分なんか本当だ。なんか専用でなんかあれなんだろうね、作ってるんだろうね。次が、変態保管庫だよ。やばくない？やば、女の子いるんじゃない？これもしかして、おっぱい大きいゾンビいるんじゃない？おい、ほぼメンズじゃねえか。おい、これを多分薬かけたら女の子になるんだよ、シールさん。あー、そういうことね。これ人間に戻すみたいな感じかな。そうだよ、そういう感じか。あった、お嬢。違うね、ないね。なんだこれ。じゃなさそうだね。ない。あ、処理用ポーションここに入れてください。はっ、処理用ポーション。でもこれ違う。作ったやつここに入れるんだ。あ、これでも処理用ポーションじゃないね。ガス。専用ポーション機。ガスなんちゃらポーションだから、これじゃないね。また違うんだね。なんかいろんな種類のポーションがあるんだろうね。はい。じゃあ次行ってみるか。ここは処理用って覚えたか？これ処理用ね。トイレ出た。トイレ多いな。あ、なんかあった。実験室 2-B の棚の上にカードキー置きっぱなしだ、だって。マジ？カードキーがあるのか。でも実験室 2-B って多分まだ入れなかったよ。入れないよね。また他に入れるとこがあるんじゃない？どうした声。よし、探すぞ。さっき俺トイレしてたのにお嬢が入ってきた。エッチ、ごめんなさい。なんかシンドルさんバーってやろうとしてたんでしょ。ごめんね。あ、そういうことね。うん、いや、そんなこと思ってないよ。あ、絶対思ってるじゃん。思ってるやつの言動じゃん。え、これ全部言ったくない？言ったかな。こっちも見たっけ。あ、全部でも見たね。あれ、どっかからでもさ、行けるところが多分あるんだろうね。それはそうだよ。なんもないく、なくない？手持ち何持ってたっけ。ね、メモしかないね、今のところ。処理用ポーション。あ、待って、あ、やべ、なかった。やべ、あった、持ってた。何持ってた。検体保管室 2-B のカードキー持ってました。なんで持ってんのお前。いや、どこまでに入れたの。いや、多分覚えてないだけで前回取ったんじゃない。これふざけんなお前。おい、手持ち確認しとけ。持ってたわ、これか。なるほどね。どこだ。 2-B だからこっちかな。あ、これだ。あ、ここだ。検体保管室 2-B。あ、すごい開いた。かっけえ。あ、パソコンたくさんあるね。何これ、なんかいるよ。すごい。何これ、どういうオブジェ。ジャカジャカしてる。ジャカジャカしてる。ジャカジャカっていう、お前何そのジャカジャカポテトみたいな。え、待って、あ、やべ。おい、誰のお前骨やそれ。どなたの骨だよ。キラキラも取れた、ほら。大丈夫かそれ取っちゃって、もう突っ込みづらいのお前ら。おい、じゃないんだよ。じゃない、探そうよみんな。あ、また素材があった。ポーションの素材で。ここで作れそうじゃない、ポーションなんか。いや、ありそうだよね。なんかお墓っぽくない？なんかお墓っていうか仏壇っぽくない？なんか。で、これ、後ろ、タル。あった、解析室 2-B あったよ。来た。やった。来ました。サクサクだね、なんか。サクサクパンダ。これはひなこちゃんのおかげだ。サクサクパンダ。お前全部サクサクパンダで会話するな。サクサクパンダ。
ザクザクパンダ。ボタン押したらさ、はい、なんか鳴りそう。あ、よくついてよ。え、何？あれ？あ、ついてない。ない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 。レッドストーン、これどこ、これどこ、どうつながってる、これじゃね？お、発射装置。繋がってる。お、これなんか動作するんじゃない？これもしかして。しないように配置されてる。もしかすると、もしかしてだけど起動するんじゃないの？何の歌？チンドゥさん、やっぱ音痴だから歌わない方がいいよ。うっせえだ。かわいそうしぶさん。これ起動すんのかな、なんか。いや、なんもないよ。なんもなさそうだよね。おい、壊すなってパソコン。買い替えないといけないやないか、お前。ガレリアに買い替えないといけないか。あ、ガレリアね、みんな概要欄からね、あの追加購入よろしくお願いいたします。うちのに書いてないけどね、ブッチ の書いてるけどね。そうそうそう。解析なんだっけ、2の2の B ですね。これじゃない、これ隣じゃない、この隣だね。これかあったよ。解析室2の B いきます。はい、どうぞ。はい、開けました。何があるんだ、何を解析してるんだろうね、一体。DNA だよ。DNA。なんか言い方がちょっと独特だから、DNA ってお前。DNA だよ。これ何？あ、でもボタンあるよ。これボタンだね。絶対これだよ。これ順番通り。あ、あ、一個消えちゃった、押したら。あれ？消していいのこれ？え？え？おい、なんもなんねえぞ。押してよかったのこれ。いや、でも押していいよな。なんか謎の装置に繋がってるね。え、何これ。え、なんかでも、え？ボタン消えちゃってるじゃん。どうしたの？でもここ何もなかったらね、難しいよね。次、実験室2の B にカードキーがあるらしいから、そこに行きたいんだけど。でもなんかあるはずだよ、きっと。なんかあるはずだよね、絶対に。なんか起こってないかな、この近隣の場所。ああ、なるほどね。あれ押したことによってなんか作動してないかってことか、うん、そういうことか。一回別の階行ってみるか。そう、一回ちょっと別の階にちょっと行ってみるか。あり。いや、移動しよう、みんな。別の階に行こう。待って、迷路わかんない、迷子。わかんだろ、お前。迷路でもねえだろ、これ。あ、来た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 。おーい、わかってやってんだろ、お前。絶対今の。絶対わかってやってんだよ、今。よし、行くよ、みんな。じゃあ次、皆さん、地下1階に行きまーす。はい。こちら、地下1階でございまーす。あ、地下1階、あれじゃない？来たくない？ここ。もともといた場所だね、地下1階が。だよね。やっぱ2階進めなきゃいけないんだ。そういうことか。いや、3階まだ行けないよってことだよ、きっと。なるほどね。いや、ポーションっぽくない？なんか、どっかあんのかな？え、なんか、1回見つけたくない？あの、これじゃないよ、みたいな話したやつ。なんか、やった気がするね。あ、待って、ニコちゃん見つけた。取っとくね。オッケー。ナイス。ナイス。で、ポーション、調合台で作ってみる、ね、調合台一回作ってみればいいんじゃない。一回作ってみる。こっちじゃなかったっけ、こっちこっち。足りなくなったら大丈夫かな、心配。大丈夫か、なんとかなりましょう。ブレイズパウダー入れて、水で、ガストの涙。これどうやって入れるんだ、これわかんない。水、これできてんのかな、これ。これできてる。クモの目やってからあれだっけ、ブレイズパウダーだっけ。ブレイズパウダーじゃねえ、なんか順番あった気がする。え、マジ、これ大丈夫。難しいね、調合ポーションって。いや、私もポーション使いこなせないよ。え、シルさん、ポーションの水入り瓶いっぱいあるのに何全部やっちゃってんじゃん。そうなの。あ、でも弱体化ポーション作れたよ。ほんとだ、弱体化ポーション作れた。え、これシルさん入れてみる。うん、入れてみよう。どこだっけ、弱体化ポーション。いけるかな、やってみて。もうだよね、何にもなんない。やっぱ処理用ポーションじゃないとダメだよね。ちょっと探してみるか。押した。どうだ。おお、おお、いた。あるよ、チェスト。ほんとだ、カード機あった。事務室。ナイス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 。よし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 、ナイスナイスナイス。よし、じゃあ事務室行こう、みんな。1階だっけ。オッケー。1階だよね、確か。よし、行こう行こう。あった、あった、2階だ。あったよ、2階だった。どこだ。地下2階に事務室あったわ。どこどこ。ここここここ。おい、そのくだりやった。やったやった。2回目。もうええ、もうええ、こっち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 。じゃ行くよ、オープン。よっしゃ、ナイス。そしてすぐそこにチェスト。すぐそこにある、ね、あるね、ありますね。あ、ニコちゃんコインだ。ナイス。これもあげる。あ、あざす。ニコニコイン。私染めれてる。ニコニコイン、マジ謎だよな。あ、こっち部屋あるよ、みんな。部屋がある。部屋があるよ。え、どこ。こっち。本当だ。あ、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 誰だ。お前もゾンビか。落ち着け、俺は人間だ。すまない、取り乱してしまった。相当ビビった。え、佐藤研究員だって。どうやって研究所に入ったかは知らないが、生きてる人形がいてくれて心強いよ。俺はこの近くで行方不明になって親友を探している。そうなのか、数少ない生存者同士で助け合おう。私の知ってる情報ならいくらでも教える。情報は助かる、ありがとう。死ね。お嬢、待って待って待って、やめとけやめとけって。こいつ生存者、生存者だよ。生存者だ。生存者だよこいつ。怪しくね、こいつ。こいつだけ生き延びてるってことやろ。佐藤のご飯のしもべか。なんだそれ。お前好きだけど、佐藤のご飯好きだけどさ、絶対ちげえだろ。え、なんか喋ってるよ。何か気になったことがあれば私に聞いてくれ。知ってる範囲で話そう。外は怖いから一緒に行くことはできないか。
ここはどういう施設なんだ。俺の親友に心当たりはないか。ちょ聞いてみるね。うん、ここはどういう施設なんだ。見た限りあまりいい内容の実験をしているとは思えないが、俺も下っ端の研究医であまり詳しい内情は知らないが、ここではゾンビウイルスの解析を主に研究している。うー怖っ。解析ってことはワクチンの開発とかしてるのか。おそらくは俺ら下っ端はただ黙々と解析するだけで、上層部が解析結果をどう使っているかはわからない。ただあれだ、この研究所は国家機密で警察も立ち入れないって話だ。国家ぐるみで秘密裏の研究なんて怪しすぎる。怪しすぎだろ。じゃあ俺の親友は港っていう名前の男なんだが、その子は研究員なのかい。さ、港だった、全然違ったわ。君がどうやって来たかは知らないが、研究員以外の人は基本的に入ることができないはずなんだが、じゃあ一般人が連れてこられることはないのか。うーむ、怪しくね。怪しくない。港ってやつも研究員だったんじゃないか、実験台にされてたとか。いや、その子はわからないが、一つ心当たりがある。前に裏で上司が話してたのが少し聞こえたんだが、実験に使う人間が足りない、また調達しないといけないな、みたいなことを話してたはずだ。うわ、まさか。早く助けに行かないと。噂程度の情報だけになってしまってすまない。私は上層部の実験については何も知らないんだ。やばくね。やばい、怪しくなってきたよ。しんどりさんと同じくらい怪しくなってきた。おい、誰がきな臭い男や。ふざけんな、怪しくないぞ俺は。きなこ臭いし。誰がきなこ臭いや。きなこ、ちょっとこっち来て。きなこ、きなこみたいに言うね。新しいキャラ、新しいキャラ。きなこ、きなこ、ほらここさ怪しくない。きなこ怪しいよ、ここ。どうやって開けるんだろう。怪しいじゃん、これ下だね。地下1階だね。こいつ何か隠してるぞ、まだ。ね、何か隠してるわ、こいつ。で、うちはどうすればいいの。ここで何か得られた。まあ、ニコちゃんコインしかないからさ、隠してるこいつ。絶対ここだ、このさ、実験室2の D に入ったらポーション作れそう。あ、マジ？本当だ、絶対ここだ。絶対ここだよ。絶対ここや。あ、ここだね、絶対。お、飲んでんじゃん、おい。誰がお前飲んでんだよ。弱体化。空になってんじゃん。弱体化してるよ、お前。大丈夫？やばい、死にそう。しんどんさん。ん？どうした？なんかさ、きなここの形見たことある。これ？会議室？違う、このさ、これどっかで弓でも手に入れて撃つのかなっていう風に倉庫でも思ったんだよね、1階の。あ、倉庫？なんだっけ、ターゲットブロック？こっち来ないと分かんないかも。あー、あの、なんか稲子ちゃん言っとったような気がする、なんかそんなこと。確かにあったね。言ってはいないかもだけど。え、どこだっけ。下じゃない、上か。上か。あ、そうか、地下1階だから上になるのか。待って、なんかさ、じゃレバーの位置覚えてこう。あ、これね、レバーね、こうね。前と右。前と右。前と右。あ、この向きでね。前と右ね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ行ってみる、走行。行くぜ。行ってみよう。どっちだっけ。もう終わったと思ってた、上の階。いや、もう終わったと思ってたね。よし、で行きましょう。1階に行こう。で、確かこっち側に倉庫あったよね。僕の方だった気。やっぱ倉庫とかもあれだね、意味あるんだね、やっぱりね。ね、なんだろうって思ってたけどね、何もなかったよね、倉庫。そう、倉庫何もなかった。あ、これだ。あ、これだ。え、どこにあったっけ。ほら。あ、ほんとだ、これだ。あ、ほんとだ、すげえ、お嬢。この向きじゃない。こうか。この向きだ。色があるってことかな、あの、羊毛の。ある、赤。あるあるある。え、マジ。上見て、上、ほら、あそこ。上、これ何してんの、こっち来て。どこ。この上に赤色の羊毛あるくない。あ、ほんとだ、あった、あるじゃん。あとここ、あとここ緑もある。あ、ほんとだ、ここに青色のやつあるね。ここもあるんじゃない。ここもあるってことか。あった、あった。あ、ここ黄色。黄色だね。黄色、青。あ、小緑、小緑。位置関係覚えておいた方がいいんじゃない、一応。あ、位置関係か。レバーをこの向きに見て、で、右後ろが黄色、左後ろが赤みたいな。いける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 。よし、行こう、みんな。おー、これ謎解きすっきりした。そういうことか。なんだそれ、むずすぎだろ。なるほどね。合ってるかわかんないけどね。いや、でも合ってそうじゃない、あの向きで。用もあったし、会議室。あれ、誰ともどこ行ったの。あれ、どこだ。しんどりさんについてってる。え、どこだよ。お前全然覚えてないじゃん、道。のわ、言われたくねえよ。エレベーター来ちゃった、ひなこ。あれ、なんで覚えてんだよ。ほんとだよ、早いな。こっちだよ。あったあった、そっちか、そっちか。よし、ちょっと行ってみようぜ、みんな。よし、あれ、ひなこ。じゃあ2階に行こう。会議室。あ、あった、あった。
やべ急いで記憶があるうちにこうでまずこっちが黄色押すね、うん、黄色でここが青青消えたボタンで緑だよねこう緑はいで最後赤あ開いたなんか開いたほんとだ来たやったおいガードキーはい取ってないよ俺取ってたじゃんえ事務室地下倉庫だっておさっきのとこじゃないあいつ行ったとこ佐藤のご飯佐藤の後ろ佐藤のご飯のとこで行こう行こうみんな痛いなんだよ俺のおかげでお前これ届けたんだからほんとやめてくれよきなこじゃんきなこじゃないきなこねえねえ待ってこいつ相当面白いんだけどさこれさ部屋出たらさもう一回できるかななんかさブンってなるよねそうブンってさブンさ部屋出てで閉じてほんとブンってなる面白い佐藤のご飯が降ってくるんだけどでここが開いた来た行こうぜ行こうぜおいなんか危険が潜んでる気がするえ待ってやばいってみんな待ってやばいのあるよこれバンバンいやバンバンじゃん、ま、ということはバン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 待ってけ待ってハンジュ君が待ってこれみんな取れまくれるの取れまくれるのこれみんなハンジュ君取れまくれるの取れまくれるのこれ撃てるのこれえあ撃ててるこれ撃ててんのかなこれすげえハンドガンマニュアル見てみろ対感染者用ハンドガン内部で弾が破裂するようになっているため感染者にも有効であるだいたい3発で戦闘不能させることが可能ただし機械系統を保護するために生物のような柔らかい組織を持つものだけに有効な武器となっているへえ、ゾンビだけに効くだってこれインベントリーいっぱい弾にしたバカかお前バカすぎるあカズキあるじゃん実験室にえこれで作れるよあポーション作れるよ来た作れるこれでよしよしよしポーションの部屋だよきっと行こうみんなしバカ俺聞かないってさっきの説明聞いてた聞いてなかったよ絶対に柔らかい人しか聞かないんだよそう柔らかいんでおーいお聞いた聞いたじゃねえよおふざけんなお前誰が聞いたやお前よし行こう実験室じゃあ行きましょうみんな実験室やった俺たち最強だぜハンドガンだぞハンドガンハンドガン強い試してみたいよねこれバン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 もう弾なくなっちゃう使いすぎだろあ、いるよあっちにいるよどうしたこっちにもおいおいお強いすげー強いなこれあった実験室2の B あったよみんな行きます入ろうぜはいおおあれここじゃないねさっき見たとこ違うね違うじゃないねえ、でもここっぽくないえ、ここで作るガラス瓶がいっぱい入ってるほんとだガラス、水いっぱい入ってるよあ、シェルさんこっちにもなんかあるよあったこれこれはでもあれだね同じだね水の瓶だねグロストーンあるよグロストーンね持ってる一応取っとけば一応取っとくかえ、なんかどっかあるのかなここ作成するところがあったこう上だほら上ほらあ、それマジそれどうやって登ったんあ、違うひなこちゃんの方あ、お嬢の方かなあ、アスレってことねこれなるほどねおう、こういうことかこれいけんのこれそっちそこおう、いたバカ落とすなってわー最低だなほら、ここ奥よしよしよし来たあ、カードキーあるじゃんナイスやったよし、なんだよ無言でやんだよねえねえ、拾ってこいじゃないんだよおい無言でやんだよ、お前それ行ってこいみたいな、お前犬じゃないんだから行こう、外出室外出室じゃない、解説室2の B、2の A でぐるっと右回ったら、ここかありましたここ実験室じゃないえあ、ほんと実験室だはい、漢字を読めないガツくなジュルさん、漢字ダメなのか基本的に日本語苦手なんだよねあ、ここじゃねどこだあ、こっちをこれ実験室かなにお前、あ、はい漢字読めなーいガツくなぁ2の何だっけ B? 2の A あ、これだえ、あ、じゃあそこだ解説説2の A いきます解説説いきますお動力が停止されたためシステムをシャットダウンします What? え、あ、待ってえマヌケなんだけどうちらええ停電だと最悪だ最悪はこっちだよおい合体してるんだけど何か復旧方法がないか佐藤研究員に聞いてみるかえ佐藤のご飯聞いてみよう行こうえここ見ないの見てみるか一応なんか取り出しチェストそれチェスト開けないいや何も入ってないえあここチェストあるよ新藤さんお嬢どこだあお嬢そこかあ本当だあるじゃんあニコちゃんマークだったえ新藤さん俺今なんか間違えてスイッチオンにしちゃってさうんこれやるとこれポーションがこれ出てきたあそういうことね水がもらえるってこと
こと？じゃあポーションもらえ、ポーション、ほら。あ、本当だ。あ、待って、ポーション破棄毒って書いてるよ。何これ？どういうこと？あ、いっぱいもらえる？これ。これ毒のポーション作ってるってことかな、ここで。飲んでんじゃん。飲むな飲むな。飲んだ後に俺に空のね瓶をお前よこすな。ゴミ箱じゃないんだよ俺は。いや、もうなんもないね。佐藤のご飯行こう。佐藤のご飯。オッケー。佐藤のご飯ちょっとこれどうやってこの何どうしてこうしたっていうのを説明しないと。毒男がついてくるんだけど。毒男。痛い、死んじゃう。死んじゃう。死んじゃうじゃないよ、お前自分で飲んだんじゃん。え、怖い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 、なんでこれで停電したん。え、佐藤ももしかしたらゾンビになってるかも。あれどこだっけ、佐藤。佐藤のご飯どこだっけ。もう一個奥だ。やばい、死んじゃうよ。一番楽しそうやん。 HP がもうない。ジミないじゃないよ、自分で飲んだんじゃん。あったよ、ジミさん。あった、そこか。佐藤のご飯いるかな。え、佐藤ゾンビになってるかもよ。佐藤ご飯いたよ。みんな見てみて、佐藤でもこっち向こう向いてる。あー、やばい。違う違う、それマインクラフトの仕様やから。あ、そういうことか。急にシャットダウンなんてどういうことだ。クラナだけやめてくれ。どうすればいいんだ。何か方法はないのか。研究所では停電なんて普通ないからな。もし可能性があるとするなら地下3階の動力室にある装置の再起動かもしれない。3階だって停電でエレベーターも使えない。どうやって行けばいいんだ。確かにあまりいい手段とは言えないが、研究所内のインフラはどの階にも通ってるはずだ。まさか水路を通っていけば2階から3階行けるかもしれない。あー、うんちうんちだ、うんち。マジ下水じゃん。入って、それしかないのか。うんちの道。現状思いつくのはそれだけだ。すまない。こいつマジ使えねえな。お前が行けよ。やるしかないか。え？それだけ？もしさ、うちらがさ脱出できたら、こいつ絶対ゾンビにして帰ろうぜ。そうっすよ。こいつ絶対ゾンビにしようぜ。でもその前にさ、トイレにぶち込んでろうぜ。こいつ。そうだね。頭ぶち込もうぜ、トイレの中に。その前からうちしよう。ゾンビ蹴って。そうしようそうしよう。でどこ行くの？え、水？下水？どこだろう？トイレ。トイレから行く？え、なんかさ、水下水みたいなの通ったのはさ、あれじゃなかったっけ？1階のさ庭みたいなとこから通んなかったっけ？あの癒しの空間で？うん。だよね。3階に降りないといけないってことよね、地下2階から。なんかね、俺パリンって音聞こえた気がするんだよね、どっかで。え、何それ、硬いパンでも食ってるのそれ。パリン、うん、違うね、それフライパンだねそれ。え、どういうこと。え、なになに、俺変なこと言った今。石田さんってフライパンをよく食べる人なんだ。え、でも硬いパンっていうのはなんでしょう。フライパンじゃないの。え、もうやめようぜこの話。ちょっとついていけねえわ、自分から始めたからなんとも言えんけど。パリンって音鳴ったから、なんかガラスがもしかしたらどっか割れたのかな。はい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 。あれは？なんかあれ入れるとこあったじゃん、ほらなんかあのあれポーションとか入れるところ。あ、水槽みたいなのあったよねどっかに。そう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 、それじゃね。水路使って行けみたいに言ってる。あ、じゃあそこじゃない。そこだ。そうだそうだ、それだ多分。ちょ、探そう。その部屋どの部屋だっけ。あれどれだっけ。トイレじゃない。うん、トイレ。あ、トイレか。ちげえだろ絶対。うんこが下水がどのコーチって言ってるからトイレかもよ。なんかあんまりいい手段ではないけど、うんこを食べろみたいに言ってたから、ね、なんかそのこと言ってたよね。食べろ言ってたっけ。言ってねえよ。じゃあうんこ食べに行こうぜ。バカか、行かねえよそんなの。食わねえよ。こっちこっち、あったよ。あったあった。あった。お、割れてる、ほら割れてるわ。あいつ多分動画見たの多分。あ、なになになに、やめてやめてやめて。今ちょっと変な汗できた、変な汗できた、やばい。あ、あった、すごい割れてる。おいおいおい、わざとらしいな。ここじゃない。あ、ほら。これだね、多分。いけそうじゃない、ほら。こうだ。あ、ほらほら、いける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 。すげえ、こんなとこあったんだね。すごい。おー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 、地下通路じゃん。うんちあるうんち。うんちあるよ。うんちあるじゃん、ほんとじゃん。食べていいよ。もう緑。そう、食べよ。食べるの。あ、何があるんだろう、こっち側行って。あ、そっか、2階に、そうか、降りれなくなったのか。エレベーターで。で、ここから行けよってことだ。そうだそうだ。あ、ここじゃん。お、すごいすごい。ディズニーランドみたい。おい、バカ。やめろって。怖い怖い怖い。今さ、テストあるよ、ここ。え、ほんとに？ほんとだ。マジ？あ、お嬢すごい。よくわかったね。お、ニコニコイン。ニコニコインゲット。8個目。やったー。よーし、ニコニコインゲット。ちょっとそこにいて、ちょっと後ろ向いて、いくよ。うんち。おーし、くそーちゃん。川とかに流れてる、これ流れてる流れてる。通るな通るな、おい。うんち食べようぜみんなで。おうんち食べるな。うんち食べる、うんち食べる、おいしいな。本当に食べたの？うちら食べてないよ。おい、合わせろよ。あ、実験体って書いてるよこれ。え、マジ？やっぱそうだ。ごめんなさい、殺しちゃった。いやでももう人間じゃないから殺そうぜ。そうだね、関係ねえ関係ねえ、元人間だから。でさ、怪しいとこがあるね、ここ。ここだね。この上だね。お、どこだ？あ、こっちか。待って、いけない。助けて、いけない。泳ぐんだってば、赤。こいつ、バカじゃん。バイバイ、しんどりさん。やってやって、行く。よし、行くぞ。よし、ここ上がって。行けた、行けた。お、すごいことになって。おーい。ピンボールじゃねえんぞ。おー。お、なに？お、こっからだ。2階か、ここが。2階だね。水漏れしてる。水漏れしてますね。こんなあったっけ？
なにこれ、上から行くっぽそうだよね。なんかね、あ、行けない行けないのか。おい大丈夫、風邪ひいた、水大丈夫。誰かが俺の噂をしてる。誰だよ、誰が噂するんだよ。え、こんなとこあったっけ。ねえみんな、え、こっち来て、こっち来て、こっち来て。ないよそんなところ。うん、見て、お前見てないやん、お前まだそこにいるじゃん何も見てないって言ったね今。あ、開いたんじゃない、なんか開いたってことか。おい、はしご壊れちゃったよ。え、マジ、これは実験の施設のやつだよ多分。下にめっちゃゾンビいる、ほら。あ、ほんまやん、ここで実験してんのか。ねえチンチンおいで。なんすかチンチン、ここ見て。あ、これか。あ、ニコニコイン、ナイス。お嬢9個目、イエーイ。よーし、じゃあ電気を復旧させないといけないんだね。どれだろうね、ここら辺はね見てないんだよね。あ、違うわ、全員倒した。あ、なんか、え、待って、え、なんでなんで、あ、まだいる。お、これ階段が、いった階段がさ、ボロボロ崩れるんだけど、なにこれ。なにそれ、え、もろいんだよきっと。もろいのか。ね、こっちも来て。なんかあるんすか。ここなんでお嬢そんな見つけるんすか、すぐあ、本当だ本当だ、すごいな。お嬢、あ、ニコニコイン全部お嬢見つけてるじゃん。ニコニコイン多いな。ニコニコインゲット。これ下なんかありそうじゃない、ここ。あ、降りれんのそれ。降りる。あ、本当だ本当だ、降りれるね。じゃ全員殺したから多分なんか、あ、まだいる。おお、怖い、落ちたなんかあんのかな下に。でも降りれるってことはなんかありそうだよね。ありそうだよね。しゅうさん後ろ、やばい、痛い、しねさん。お、今なんかよ、やダメなこと言おうとしてなかった今。出ない、大丈夫。サンタさんだよね。そう、サンタさんシーズンだから、もうクリスマス近いしねもうサタさん来ねえぞお前、死ねとか言ってる確かに。え、何もなかったよ。とりあえず明るくしたいよね。あ、待って、エレベーター機あった、地下3階の。おお、あった、ナイス。よし、オッケー、エレベーター機ゲット。これで地下3階に行けるようになった。え、これ何なんだろうね、この機械何なんだろうね。多分これポーションじゃない、これだよね、ポーションだよね。使えないのかな、まだ分かんないね、やり方が分かんないね。じゃそのうちだね、エレベーター行く、とりあえずその下ね。じゃあ地下3階のエレベーターに、じゃあみんな行こう。はい、でもエレベーター行け、エレ、ん、復旧させない、エレベーターまだ使えないよ。そうだそうだよ。じゃこの周辺の探検する。じゃ周辺探検してみよう。じゃ何階にいるのうちら今ね。地下2階にいるんじゃないかな確か。あ、でも、え、3階の地図、これ3階なのここ。え、これ違うよ、来たことない場所だよほら。違う、降りたから地下だ、地下3階に来たんだ。そうだ、降りたんだよね。あ、なんか左側にね部屋があるよ、ここね、こう部屋あるね。ほんとやん。じゃあお嬢案内して。どこやだ、すごく地図見て思ってるんだから。あ、はい、すいませんなんか横着しようとしてダメだよ。すいませんね、やばいね、いるよ、ここ。待って待って待って。こっちね。こっちか。ここ。あ、こっちね。結局ついていってるから。結局ね。こっち？あ、なにこれ？これ？あ、待って！なんかやばいね、いるね。ゴーレムいるくない？目赤いよ、あいつ。あの、タイラントみたいな感じかな。え、でも、多分タイラントかも、ね。ゴーレムってでも味方じゃないの？あ、そっか。味方か。あれ、タイラントだよ、タイラント。バイオハザードのタイラントだよ。お嬢、タイラントってわかる？タイラントって何？わかんない。タイラーっていう後輩がいる。いやいや、それもそれですごいな。すげえ名前だな。タイラくんがいるの。何人？でもこれあれだよね。じゃあここでなんかするんだ。そうだよね。復旧しないことにはあのエレベーターも動かないしね。でこれが復旧装置かもね。そうかもしれないね。これがなんかエネルギーなんか動くんだろうね。どっかで。なんかすごいエネルギッシュだしね。なんか。ね。なんかかっこいいじゃん、ギルガメッシュみたいに。確かにめちゃくちゃかっこいい。俺も思ったそれ。バカなの君らは。俺今度なんかゲームやるときエネルギッシュって名前にしよう。あー、いいなそれ。俺もエネルギッシュにしたい。おい、バクになって。なんでだよ。あ、これ上じゃない？あ、マジあいつどうやって行ったそれ。どうやって行ったそこ。なんかえ、これこうやってやるとほら、はあ、あ、すげえお嬢天才じゃん。え、待って、これこうやってやるって言ったけど、ちょっと何をどうやってやるの、ちょっとよく分かった。あ、プチ、なんで分かった、なんで分かった今。これをほら、え、はあ、そういうことか、うん、日常センサーって回路になるんだ。本当だ、すげえ。初めて知った、すげえな。これ登れないのか。なんか上にレバーあるとかあるよね、その。本当だ、あれだ多分。え、どうやって分かった、上がれない。あ、これ上がれるの普通に。あ、上がれる、バカ。あ、上がれるんだ、バカじゃん。仕事ね。あ、ごめん多分こうだよ。あ、本当アスレなんだここ。あ、次あれだ、なんかあるよね、あそこに。お前そこでミスるその次でミスるとかなら分かるけどさどっちか、あったかな、分かんないけど。どこ、あそこじゃない、こ真ん中じゃない。あ、惜しい惜しい惜しい。バリアブロッカーって登れない。あ、ダメなんだ。ここじゃない、ひなこの方だ。あ、ここここだね。ほい、あ、でもバリアブロッカーある。え、あ、こっからこうだ。オッケー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 。お、いけてるいけてるいけてる。合ってんのかな。いけそう。あ、なんか奥なんか悪くない、奥も。え、プッチ上手くね、どうやって行ったそれ。横ここ。あー、バカ、壁に向かって行くね、お前。くそー、なめたことしやがって。あ、怒ってる。あの、反対側に来れたよ、このまま真っ直ぐ
壁伝って。マジ？なんかありそう？あったあった、なんかあるチェストが。え、マジマジ、ちょっとプッチお願い。え、ごめん来いよお前。ねえマジで？来いよ。マジか。あと一回チャレンジ、あと一回チャレンジね。よしよしよし。じゃあ俺もちょっと見てるから。オッケーオッケーオッケー、行きます。あ、違う。あー死んだ。お前バカ、飯食えよ。もう。よし来た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 よ。でここ端っこ行って、こっから反対側のここ。おお、なるほど。ここからここジャンプね。そう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 。バンバンバン。なんで？なんでだよ。あーもう。どうしてだよ。何このゲーム。シュウさん、今度アスイチックのさ、練習しようね。マジで？地獄の特訓じゃん。地獄の特訓しよう。多分動画的にやった方がいいぞ、これは絶対。マジか。クリアするまで終われません、生放送してみる。あ、終わんない。終わんない、一生終わんない。48時間以上。あ、いけてるいけてる。よしよし、いけたいけたいけた。で、あとはまさっきと同様。これね。はい。あーで、なんで、で、飛び越えることなくない？くそ。どうして飛び越えることになるのね。いやでも分かった分かった、もう観客つかめたから。いけてるよ。はっはっはっ、おし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 ポーション出てくるとこあったじゃん。あったあったあった。組み合わせだ。白色ポーションと青の花でできるって書いてる。なるほどね。しっこいこみんな戻ろう戻ろう。上の階だよね確かそれ。うん。じゃあ一旦上の階にこの水路使って戻ってみよう。はーい。処理用ポーションができたらさ、処理用ポーション入れるところあったしね。これであれかな、処理用ポーションで、でも処理って書いてるぐらいだから復活するわけじゃなさそうだよね。殺すってこと？殺すってことかな。おー。終わりだもう。この部屋じゃないね。違うね。ポーション作る装置があったんだよな。こっちかな。あ、プチあったよ、こっちだ。どこ？こっちこっちこっち。やばい、死ぬ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 、死にたくない。死ぬ。死ぬ。助けて、助けて。あ、ここだ。ここだ。これ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 。で、これを青。青。これ青じゃないか。これ何色？それ水色じゃない？でも 青っぽくない？でも。あれ？でも花じゃなくない？どれだ？あ、でもあれが青っぽくない？まあ、2個作ればいいんじゃない？な、これも作れるから。で、白ポーション。これかな？あ、それじゃね？白これか。じゃあ行くよ。ほい。あ、これでできた、できた。おー。ほら入ってる。処理用ポーションだって。出たー！ナイス！来たー！ナイスー！すげー！じゃあこの処理用ポーションちょっと行こうぜ、流しに。処理用ポーション覇気ってのがある。これえ、これ何使うの？それ何飲んだの？お前何飲んでんだよお前。飲むなってお前処理されるぞお前。お前処理される処理される処理されるって。痛いよ。これなんかモンスターがなんかさ展示されてるとこなかったっけ。なんかえ、じゃあ処理用ポーション入れるところがあったじゃん。どこだっけ。あ、どこだっけ。あ、モンスターのところ、いや違う違う、処理用ポーション入れるところが多分確かこの階層にあった気がする。どこあったよね。やべ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 、あ倒されてんじゃん。どこだっけ、どこだっけ。ちょっと探してみるか。暗いからめっちゃゾンビ湧いてうざいね。早く電源復旧したいんだけどな。あ、ここじゃん。ほらやっぱモンスターのとこだよ。あ、本当に。あ、そっちか。何モンスターのところって。なんかモンスターが展示されてたじゃん。覚えてない。バカ。本当だよ、何回も言ったよ。あ、ここか。うん、そこ。変態保管室 2-A。 変態保管室。あ、本当だ本当だ、変態がいっぱい入ってる。じゃあ行くよ。おい、この中に、処理用ポーションを入れます。お、処理システム作動開始だって。おおおお、処理されてる？されてる。待って、痛い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 。そんなサムネ使った記憶あるわ。あったよ。お、なんすかなんすか。あった。来たー、 2-D。 よっしゃ、2年 D 組行くか。行こう。行こうぜ行こうぜ。どこだ？ 2-D でもこの階ありそう。あ、あれじゃない？あ、あー。あのゴーレムのとこかな。この階の気がするけどね、 2-D。 確かに 2-D だ、 2-D だもんね。 2-D だから。なんかさ、あれはあの人がさ、あった。研究員の、あ、そっちか。あったあったあった、ありましたよお嬢。オッケー。行きます。じゃあ 2-D、 2年 D 組オープン。おー、よーし。え、何があるんだろう。なんかチェストが結構ある。素材が入ってるな。水の瓶があるね。ね、
素材、素材、あ、ブレイズロット新しい、新たにゲットした。おお、なんか使うんかな。でスライムボール、なんだろうね。あ、マグマクリームとかもゲットしたね。あー、じゃあなんか絶対使えそうだね。ね、なんか使えそうな気がする。よし、素材で、あとなんだろう、なんかでも他にありそうだよね。これだけじゃないよな、さすがに。何していいか分かんなくなっちゃうね。樽とか全部見た？今見てる。何が出るかな、何が出るかな。ジャバダバンジャンバガジャバ、新しい言葉やな、うん、ジャババジャババヘッドって感じ。何それ？スターウォーズのやつでしょ、うん、ジャバハヘッドだった。それジャバハヘッド。何もなくね。あった。え、嘘。ここまで行って、いって椅子じゃん、椅子じゃん。あ、椅子の横からだ。研究飲料に、来たー、来ましたー。あれ上の階じゃなかったっけ、それ。この階だっけ。あー、上の階か。痛い、なに。いや、銃で頭殴ったら痛いのかなって。もう痛いだろお前、絶対痛い、気絶するわ。え、この階ないのかな。やっぱ電気復旧させなきゃダメ。ダメかな。いや、電気多分復旧させないって、そこをクリアしないといけないのかもね。かもしれないね。エレベーター動かないとってことだよね、多分。みんなやっぱ停電じゃない。やっぱ電気つけに行こうよ、さっきのところに。オッケーオッケー、よし、行こう。え、多分あのはしごだと思うんだよね。多分あのバージョンがさ、これ変わったんすよ。 1.8 になったんすよね。だから崩れちゃったのかもね、はしご。 1.18 になって、なんか明らかにバグっぽいよね。なんか崩れるなんてね。そう、多分バージョンが 1.17 から 1.18 になったことで、多分バグって多分崩れたんだと思う、あのはしごが。だってドクドクバンバンしてたもんね。その後ジキジキポイポイしてたもんね。ジュクジュクポイポイもしてた。ジュク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 ポイポイで何あーい、よし、みんなやってきたぞ。さあ、さっきのとこ行こうぜ。はーい。じゃあ、はしごかけるか。まあ、仕方ないね。バグだしね。うん。よし、じゃあ、はしごかけ行きましょう。栄光の架け橋を。栄光の架け橋。ここだね。栄光の架け橋。痛いな、お前。邪魔せんで俺の栄光の架け橋の。栄光の架け橋。あ、やばい。弾切れた。死ぬ。おいおいお前さ、殴ればいいじゃん。もう、なんだよ、こいつら。オッケー、はしごかけたよ。オッケー、行こうぜ。難しいことをしてたんだね、うちら。そうだね、ご対面。オッケー、よーし。じゃあ、ここかな。オッケー、これだ。行きます。作動。お、システム再起動します。来たんじゃない。しばらくお待ちください。早く明るくなってほしいな。わかる。おー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 、すごい、大変。お、すごい、光が灯ってきてる。おお、明るくなったー。明るー。よーし、よーし、復旧できた。いいね。多分これをやってから多分行くべきだったんだろうね。そうだろうね。上の階の 3階かどっかのあれを。そういうことか。まあでもこれでエレベーター使えるようになったしね。うん、行っちゃおうぜ。どうしようか。とりあえずこれ地下3階、ここ地下3階でエレベーター機はこれでゲットできたから、これで開くってことか。あれじゃない、研究飲料に行きたいんだよね。そうだね。だっけ、地下1階に行かないといけないってことか。オッケー、行きましょう。オッケー、ほい。忘れてた、このシステム。これで地下3階にとりあえずもう戻ってこれるしたよ、これで。じゃあ1階に行きましょう。おお、じゃあ来たぞ。じゃあ次、研究飲料2だ。久しぶりに明るい。明るいね。明るいっていいね。やっぱ人の力ってすげえわ。え、何があるんだろう。結局ね、何だっけ、アギトだっけ、なんか助けないといけなかったよね、確か。そんなかっこいい名前あったっけ、アギト。違ったっけアギトじゃなかったっけ。え、アギトじゃなくて、何だっけ、ブッチ。マサト。あ、マサトか。守るかな。トキオ、なんかそれ系の名前だったよね。マキオ、エンド、あっちだ、これだ。あった、あった、ありました。血が血のとこだ。ほんとだ。あー、そうだ、ここか、ここか。どうしてひなこちゃん急に上向いたのね。どうした。あのマウスに当たっちゃって、ほらすごいびっくりした。グイって急に上向いたから、なんか鳥が当たるかと思ったよ今。心臓止まりそうだった今。さあ行きます。うわ、血だらけ。うわ、だってゾンビおるし。ゾンビいるね。これマサトかな、こいつが。なんか点々って名前ついてる、ほら。え、こいつ研究員なんじゃない。こいつがマサト。こいつマサト。もう速攻殺すやんお前。うん、マサトじゃなかったわ。なんかあるんかな、ここに。いや、でもチェスト、スポーツ店ここにしとこ一応チェスト全部見ないとさ、何があるか分かんないから。そうだね、ごめんね、いつもサボってて。あー、何お嬢むせてるやん。あ、待って、知ってる。そしてカードキーがある。どこのカードキー、それ。防護システム管理室。難しい名前。チェストないね。うわ、何、死んでる。え、やったやった、下やったやった。あ、やったのか。やったやった、お嬢がやったよ。
テストなさそう、何も。オッケー、じゃあ何もない、全部見た。防護管理室に行こう。どこだ、この階にありそうじゃない。ボードゲーム室。ボードゲーム室ってお前すげえ楽しそう。ボードゲーム室これじゃない。それ違う、研究員寮3だね。読めてない、もしかして。俺あんまり漢字読むの苦手なんだよね。あんまってレベルじゃなかったよ。さっきのあれか、なんかさ、食い散らかされちゃったゾンビにってことか。あー、なるほどね。あー、そういうことか。うわ、怖えな。どこの部屋に行きたいんだっけ。あ、ボードゲーム室。ボードゲーム室。じゃあこの階じゃないですね、お嬢。1個下の階か2個下の階か。とりあえずエレベーター。俺2階探してる今。ゴーレム行ってみますか。ならゴーレム。じゃあ3階だ。3階っすね。じゃあ3階ね。うん、ゴーレムっぽくない、なんかその防護って書いてるしさ。多いよね。あー、確かに。だけどやっぱお嬢の仲間説が正しいんかもしれない。僕名札ないよ。でも名札ないね。投げてみれば。あ、お、あ、ここ、いた。ここだ。ビンゴビンゴビンゴ、すげえ。これ押してもいい。お、いいよ。いい？いいよ、いいよ、いいよ、いいの本当に。いや、いいよ。本当に？押せって。あ、防護システム起動します。しばらくお待ちください。殴るなってそいつ。殴るってお前殺されるぞ、お前出てきた瞬間に。大丈夫ね、ほら。大丈夫本当に。え、システム起動、防護システム MK だって。目標確認、めっちゃプッチ見てない？目標。え？直ちに殲滅します。これ狙われてないか？やばい、ほら言ったじゃん、ほら。プッチだけ狙われてる。狙うんだよ。殺せ殺せ。こいつを殺せ早く。あ、すごいすごいすごい。え、なになにこれ、なに、ミサイルランチャーみたいに出てない。ミサイルランチャー撃ってくる、あいつ。痛い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 。あ、こっちこっちこっち、こっちは水を使おう、水を。あ、そうだそうだ。頭いい。でもプッチを追いかけてるから、お嬢これ。エネルギー圧縮完了。なんか撃ってくる。痛い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 。おい、なにこれ。やば、あ、痛い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 。あ、見て、俺防衛できてる。こっからだね。リンドの字は弱り果てただって。うん、弱り果てたじゃないよ。弱り果てたんじゃないよ。なんか撃ってきてんだけど、あいつ。撃ってきてんだけど。え、なに、なんかありそうじゃない、あそこ。殺すんじゃなくて。殺すんかな、殺した方がいいか。あ、殺した。あ、ナイス。お、なに、あ、あ、なんか落としてるよ。あ、カードキー。落としてる。なんだろう。何ですか、実験室。2の A。あ、さっきのとこだ。上だ。あ、違う、下だ。違う、上だ。じゃあちょっと上上がってみるか。2階に。うん。おー、来た来た来た。これそろそろ、なんか、秘密が暴かれるんじゃないですか、これ。確かに。終盤だよね。なんだこいつ。どっかにありそうな気がする。いや、あった、この直線かな。あ、なんか待て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 、え、佐藤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 、お前、おい、すぐ殺すやん。いや、人間じゃないで、もう人間。佐藤お前って言いながら言い終わる前に何だ殺しただよ。どっちだろう、2の A。 え、佐藤見に行かない、ちょっと佐藤、ちょっと死んだからちょっと見に行きたいね。ここにいたよね、ここにいた。佐藤ごはん、痛い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 、びっくりした。こいつがやったんだ、佐藤のこと。こいつやったんか、こいつだ。佐藤の敵、行こう。佐藤の気持ち、うん、佐藤のごはん、美味しそう。あ、そういえば餅買ったの忘れてた。後で餅食おう。え、もう餅買ったの。佐藤の切り餅。別にいいだろ、いつ食べても。もち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 。あった、ここ。いいね、お餅。俺も餅食べたくなってきたな。どうやって食べるのが美味しいんだろう。え、焼いて、あれが醤油つけて、砂糖醤油。あ、そう、砂糖醤油で。砂糖じゃん。海苔巻いて。食ったらね。いきます。2の A、 開放。おお、え、なんすかこれ。なんだこれ。あ、また壊れた、また壊れたよ。ああ、ああ、ああ、これ上じゃね、これ多分。絶対上やん、これ絶対上だ。あ、でもここのはしごいけるよ。あんた、ここもいけるね。あと、ここにチェストあるよ。あ、え、なになに、ナイス、何も入ってないっすよ。え、入ってるよ。入ってた。あ、2階の地図。あ、これ違くない。おい、お前だろ。出せってガードキーじゃん、2の C。 よし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 。あと、これやばい。なにこれ、え、なにこれ、なにこれ、銃。駐車銃だって。やばー。あ、ウイルス抑制剤。3人分出そうぜ。え、めっちゃあるじゃん、めっちゃあるじゃん。駐車銃のマニュアルとウイルスのやつだね。よし、じゃあ注射銃のマニュアル。注射銃、ウイルス抑制薬を直接打ち出すことで感染者に致命傷を与える武器。致命傷を与えるんだ、治すんじゃないんだ。いいね、なんか。一発で行動不能にさせることができる、感染者のみに有効である。治すんじゃないんだ、殺すんだ、これで。ね、こっちに振動したん。え、何、上に上がってるのみんな。あ、こっちか。この中入って、ここ。あ、あ、ほんとだ、すごい、チェスト。あ、ニコニコインだ、ナイス、お嬢。ニコニコ、それ何に使うんだろうね。ニコニコするんだよ、うるさいな。あ、ニッコニッコニー。あ、これ取り放題じゃん。取り放題、取り放題。まだ、あ、試してみよう、こいつに。プッチも取れるよ。取る。全然当たんね、全然当たんね、この銃。おい、全然当たんねえぞ、おい。
おー、死んだ。あー、めっちゃ強い、これ当たったら。めっちゃ強い。じゃあもう全部購入しようぜ。申し訳ねえな、なんか。殺す気満々で。まあ、いっか。まあ、いいよ。あ、ちょちょ、上行けるよ、上。ここだよ。上行ける。ここ。え？上？こっから、こう行ってこう。なんかあるの、そっち。あるある。先生、乗って。あ、ここが。ここ乗って。はいはいはい。そう。で、ここ、壁当たると、ほら、なんか、もっこりする。あー、すげえ。ほんとだ。え？おー、あるじゃん。あ、ボケてるかと思って、突っ込もうと思ったら、あるじゃん。なんか気を取られすぎだよ、お前ら。あるじゃん、ちゃんと。てか最初お前ら言ってたじゃん、ここはしご壊れたねみたいな、いけるね絶対って言ってたのに、みんな忘れてどっか行こうとするんだもん。びっくりしちゃう。確かに忘れてたね。ねえ、びっくりしちゃう。ごめん。そうだそうだ。これなんかありそうだよね。でもどう？他も間違えた今。今日はおかしいよね。なんもないことないよな。絶対なんかあるでしょこれ。ょプチもう取っててあれじゃない、ボケてるって落ちない？ない。取ってない。まだ入ってないもん俺。でも作業台はあるね。水もあるねって感じだね。あれもお目当てのものをゲットしたからちょっと、まあ、保留にしとく？ね、作業台必要になったり水が足りなくなったら来よう。そうだね。よし、じゃあ一旦2の C に行こう。2年 C 組。キーパー先生。ババ。適当。キーパー先生って C 組だっけ？2の C だっけ？B だと思う。あ、B か。3年ね、しかも。あ、そうか、3年だ、それも。全然学年も違ったわ。クラスも違う、学年も違う。何も違うよ。これ、シュー、ほら、強くないこれ。2発で死ぬ、2発。2発で死ぬよね。さあ、次何があるんだ？また死んでんじゃね、誰か。まだ。オッケー。2の C 行きます。オープン。よし。なんだ？なんだこれ。何室だ？実験室じゃなかったっけ？実験室？設計室？あ、ほら、なんか書いてあるよ。作成器だね、これ。なんだろう。ガス用ポーション作成器って書いてある。あ、本当だ、ガス用ポーション作成器だ。あ、またポーションやっぱ作るんだね。ポーション作るんだね。さっき素材手に入れたもんね。あ、シュウさん、怪しいレバーがある、ほら。あ、本当だ、閉じるだけやないか。あ、ここ開いた。え、違う、ここが開いた、ここが開いた。あ、本当、開いた。あ、食料保管庫だ。おい、来た、やっと食料保管庫入れる。いや、この手の謎解きは得意ですよ私。ごめん、ただ閉まるだけかと思った、ごめんプチ。おい、ふざけんなお前。あとなんかあるよここに。ガス発生時立ち入り禁止だって。あ、行くよ。発生してないからいいんじゃない？今いいんじゃない？あ、まあ、痛い。おい、発生しとるやん。発生してんじゃん。面白い。全然発生してた。じゃあさ、 TP しておいで。痛い。おい、誰がここに TP させてんだよ。おい、ふざけんな。え、でも俺はいダメージ食らわ。痛い。うん、食らってる。食らってんね。痛い。でもなんか奥あるねこれ。死んでんじゃん。なんかそのガスを止めるんだろうね、なんか作って。あ、でその入って何かするんだ、向こうに行って。多分そうだと思う。そうだろうね、これおそらく。でガス用ポーションのレシピが多分どっかにあって、あの作るところで作るんだよ多分。そういうことか。あ、あるよここ。え、何が？テスト。マジ？ここあのレバーガシャンってなってた。おー、なるほど。ほんとだほんとだ。あ、ニコニコインゲット、ナイス。私なんかニコニコのスペシャルなのかもしれない、うんうん、スペシャリストかもしれない。助けて助けて。おい、死ぬって。おい、違う、俺実験体じゃない。実験体じゃない。あ、死ぬ。おい、ふざけんなお前。おい、死ぬって。死んだ。よし、タイラント倒した。これで全クリだ。うん、タイラントじゃねえわ、仲間やわ。で、人肉保管庫に行かなきゃいけないんだっけ？なんだよそれ。何回だっけ？人肉保管庫。食料保管庫何回だっけ？この回じゃなかったっけ？で、この回見てくから下の回見といて。オッケー。じゃあ俺立って待ってる。地下1階ちょっと見に行くか。多分この階じゃないような気がするんだよね。うん、地下1階だった気するよな。え、俺なんか調理した豚肉持ってんだけど、これってどこで手に入れた？佐藤じゃね。佐藤か。佐藤豚肉だった。楽しかったよ佐藤。え、なんか今までなんか牛肉しかなかったよね、そういえば。でもいつの間にか豚肉持ってないけど、みんな持ってないよね。持ってない。え、これ、え、そうだよ。え、これ佐藤じゃん。やだな。この階にはなさそうです。どこだろう、食料保管室。あ、ここだ。あった、お嬢。何階でした？この階ですか？この階だね。よし。ナイス。食堂だ、食堂の奥。ああ、そうだ、やっぱそれか。そうか。の、さらに奥だと、確かこっち側から入れて。いた、おい、違う、感染者じゃないか。なんで俺聞くん？感染者じゃないのに。おかしいだろ。
こっちだこっちだ。でその奥じゃない確か。あった、食料保管室、これだこれだ。行くぞ、ほい、よっしゃー。さあ何がある？なんかヤバそうなもの入ってそう。人肉とか。絶対人肉だよ。シン同時のお尻の肉とか。なんだよ、俺のお尻だけピンポイント取らんで肉。シンさん、お尻プリプリやからな。プリプリなんで、なんで嫌だ、なんか恥ずかしくなってきた今。なんもなくね。はぁ、絶対なんかあるでしょこれ。この中に水入れるとか。多分なんか起こるんじゃない。水誰か持ってないの？持ってる。俺持ってない。あ、おじゃちょうだい。はい、ハグ光ってる。なになにこれ。何これ何？あ、すげえ、よく冷えた水の瓶になった。でも冷蔵庫ってことこれ。冷凍庫ガスだからだここ。すげえすげえ、めっちゃ冷えるじゃん。これはウイルス抑制剤は？あ、ダメだ、冷えない。誰冷やそうとしてんだよ。俺もちょっと冷えビール欲しい。うん、冷えたビール欲しいよね、わかる。あ、うめえ。一定時間置いとくと多分冷える、それ。あ、そうなんだ。あ、オッケー、全部冷えたんじゃない。このブロックなのかな、効果なのかな、そんなのあるの、マイクラ。ある、多分あるんだ。すげえ、めっちゃ冷えてる、それ冷えてる。これでも何に使うんだろうね。これっぽいね、じゃあ。ということはなんかポーションかなんか作るんじゃないこれで。あ、そうかそうかそうか。じゃああれじゃない、ガスのとこじゃない、ガスのとこ作成器あったくない。あー、あったあった。 あれにぶち込んでみようぜ。行こう行こう行こう。ガスどこだっけ。上ガスは あれ俺んちの隣の隣の隣に。うん、ファミレスじゃないね。違う違う違う、ファミレスじゃないよ。ガスとガスと。じゃあガスね。あ、ガスが、ガスだ。お前もうぐちゃぐちゃや。お前の頭ぐちゃぐちゃになってたわ。違う違う違うね。強ウイルス抑制、これ一発打つだけ死ぬからね。強すぎだろ、本当に致命傷じゃん。あ、ここか、ここだここ、ここだここだ。あ、これだこれだ、ほら、ガス用ポーション作成器ぶっ込んでみよう。え、待って、俺なんかさ、俺作成器のメモさ、俺捨てちゃったかもしれん。え、噛んでいこう、噛んで。え、こん中にでもそのあれ入れてみれば消えてる。いや多分ね、なんかね、このほらプレイズパウダーとかさ、いっぱいあるんよ。あ、何してきたの君。お前なんで捨てちゃったの。お前 なんかどっかで捨てちゃったかもしれん。お前バカじゃん。噛んでいかせて、噛んで。よく当たるってさ、俺さ、いや、お前の勘多分一番当たらねえよ。よーし、じゃあちょっと噛んでいくね、みんな。はい。多分これ冷えた水の瓶が真ん中で、でブレイズパウダーが上で、でガストの涙が横横で、多分クモの目が下じゃないかなこれ。あ、こいつ絶対なんか見たな。何見てんの。絶対なんか見てんだお前。いや、あ、できた、ガス除去用ポーション。何見てんだよ。よしよしよし、オッケー。これじゃあ飲んでいけるんじゃないこれ。ここに入れろって言ってる、ここに。え、これこの中。これこれこれ。あ、ほんとだ。お前飲んだな、お前。詰めたぞ今。お前絶対なんか見てんだろ。お、ガスが除去されました。だって、お、これできるようになったってことか。よし、行こう行こう行こう。ちょっと怖いけどね。怖いけどね、さっきまでガスあったしね。お、まだ残ってる。ゾンビウイルスのガスってことなのかな。ってことかな。なんだろうね、何のガスだったんだろう。これ何を操作してたんだろうねこれね。これあれだよ、ほら、バイオハザードとかであるやつ。これを使って、アームを使って中にある危険物をこう注入して、ここで取り出し口でこう取るやつだよ。ああ、確かに確かに。あ、でも本当にそうだ。バイオハザードとかでよく出てくるやつこれ。ああ、ある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 。わかるわかるわかる。わかるっしょ。これだこれだ。あ、ほんとだ、ムッチ、ね、すごい、よう分かったな。俺バイオハザードさ、昨日見たからさ。見たんかいお前、ね、タイムリーだろお前。もう暇だから見ながらちょっとサムネ作ったりしない。暇じゃねえだろお前。なんかお嬢ありましたそこ。あれ、ひなこちゃんがなんか発見してるよ。なんもない、ここただのドロッパー。え、あるでしょ絶対。なんかほんとになんもないよ。なんもなかった。そっちだね多分。ここじゃないっすかこれ。行きましょう、これ行きましょう行きましょう。おい、これなんだ、何の部屋だ。このガス部屋なのかな。これもそうっぽいね、研究エリア。これもなんか操作して、なんかあれだよね、ガチャガチャするやつ。あ、なんかメモあるよ。本当だ。あ、これさっき俺無理やりここ来た時なんか見つけたんだった。そういえば無理やりっていつだよ。マリオのバグじゃないんだから無理やり。死なないように来た時ね。あ、そう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 、知らないって言った時。シンドリさんをおとりにしてやったやつ。なんだそれ。そうそう、あ、そういうことそういうことかそういうことか。あの時無理やり来たってことね。そうそう、そんなことしてたの。なんかあると思ったけど。なんか書いてるよメモリ、これ N0E0W2S2 って書いてる。あ、待って、一回見して。 N0E3W。 はい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 。なに、ペッツさん全くわからん。だよね。絶対分かってなかったよね今のね。でしょうね。これでもノース、イース、ウェスト、サースってことじゃないのこれ。あ、コンパス。コンパスだよね。コンパスだよね。ここでコンパスが役に立つのかなこれ。って言ってもあれじゃない？分かんなくない？ノーズ、なんだっけ、ノーズ、マウス、ヘッド。うん、違う、全然違うな。体の部位だね。何も当たってないね。
でもコンパスがあったとこって言ったら3階だよね。だよね。なんて書いてあるの？ N0 何？ N0E3W、まあ、イコールね、イコールで書いてるんだけど、 N=0E=3W=2S=2。 ね、あの最強の銃ってどこにあったっけ？なんか投げたらなくなっちゃった。あげるよ。ほらあげるよ。ほらはい。ちょうだい。あ、なくなったわ。なくなったわ。このチェストの中入れて、このチェストの中。ごめん、今投げたらなくなったわ。おい、ふざけんなよ。どこにあったっけこれ。ふざけんなよって、あいつ元々例えばあいつだよな。武器なくなっちゃったんだけど。考えられるなら回数を表してるか。回数か。打つところがあるのかな、数字を。プチさん最高の銃あったよ。どこ、何回、どこ。嬉しそうだな。この回同じ回に2の A、 2の A。 めちゃくちゃ嬉しそうやん。こうか。あったよかったね。よかったね。だってなくなるなんてそんなさ、わかんないじゃん。確かに、落としたらもうダメなんだね。天童さんの分も持ってっとくね。 ありがとうございます。なんか使うかもしれないしね、本当に。強敵出てくる可能性あるしね。いや、全然ある。あ、全然あるよ。チェストで交換庫しよう、しんどし。オッケーオッケー、ありがとうございます。ここでいい発射装置。発射装置 OK です。あざす、はい、よし、はい、OK。蜂蜜も取って。あ、蜂蜜在庫ね、まだあります。あ、オッケー、よし、じゃそれで。蜂蜜じゃない、ウイルス抑制剤だよこれ。そうだね、ごめんね、私がバカだったよ。もっとちゃんと世界観を考えようぜ。ごめんね。ごめんね。そうだったね。そうだそうだ、私がバカでごめんね、プッチ。そこまで言ってない、そこまで言ってない。お嬢、大丈夫大丈夫。いや待って、ここどういうことなんだろう。ちょっと待って、動画見る。違う、考えさせてって意味。あ、そういうこと。考えさせてって意味で、もうなんかさっきから揚げ足ばっか取ってくるな。プッチ、なんかいいアイディアない？俺はとにかくかまどに水を入れたい。ああ、そうだ、それやってなかったね。そういえばなんかよく脱出マップでありがちなのは、かまどに水入れて大釜ね。あ、大釜だ。大釜か。大釜に水入れなんか作動するのは脱出マップでありがちだぜ。あ、やろうやろう。あの上の通路だよね。そうそう、上の通路。どこだっけ、ハモった。どこだっけ、もう覚えてないな。やだ、ハモるの。あんま重要じゃないと思ってたから覚えてないわ。何の部屋だっけあれ。なんかぐちぐちバーバーの部屋。あ、ぐちぐちバーバーの部屋だ。そうだそれだ。あ、ボスボスベイビーの部屋だ。ここだ、ここだ。ちょっと待って、水みんな在庫ある？1個ある俺。あ、俺ない。1,2,3,4,5,6個ある。あ、めっちゃある。よし行こう。え、この感じだと足りるね、多分足りるね、いけるね。よし、上がろう。でも絶対なんか起きると思うよ。だってここ何もなかったじゃんこれ。東西南北で見れるわこれ。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。お嬢、めっちゃある。そういうことだ、ほんとだ。 で、何個入れるかってことだ、うん、多分そうだと思う。あ、そういうことね。どう東西南北なんだろうこれ。どっちが、あ、コンパスで分かるのか。北が、これが北だ。N がマイナス0、E がマイナス3、W がマイナス2、S がマイナス2だ。じゃあこれは0、ここ0だ。マイナス0。マイナスじゃないよ、イコールだよ、プッチ、これ。え？そう、0入ってことやろ、これ。いっぱいも入れちゃいけなくて、で、入ってる。これ取らないと、しゅうさん。これ0だったら。あ、そっか、これ0だから取らないといけないのか。空の瓶があるから。で、ちょっと待って、いらないものがめちゃくちゃあるから、ちょっと待って。樽の中で。あ、こうやって、しんぬさんはさっきの重要な、アイテムをなくしたってわけか。そうだね。うん、かもしれないね。オッケー。じゃあ、ここは全部取りますと。北は全部取りました。で、東、左かな？これが、上海ですね、ここが。上海？これ一杯、これ一杯分よね、これ。うん。わかんない。二杯、これ上海。オッケー。まん丸。まん丸じゃないんだけど。まん丸ってこと？まん丸って何？何が？真四角だけどね、これ。真四角だよ。まん丸ってなんだろう。で、ここが、2杯。で、最後、南も2杯。ここ2杯だね。見えんわ。見えないわ。見えないわ、お前。見えない。あと1杯じゃない、これ。お嬢持ってる。俺、水なくなっちゃった。あ、持ってる。入れる。はい。どうだ？なんもならない。間違えてね。待って、東と西間違えた？もしかして。トレードする？トレードする？こっち減らして、こっち増やして。おお、出た出た。あ、間違えてたわ。間違えた。お前さ、バカボンじゃねえんだから間違えんなよ。近くで物音が聞こえた。お、これだ。正解だったね。正解だった。すごいお嬢、ナイス。あ、カード機、ショーチョイス来た。おお、やった。来た。行こう行こう行こう、みんな。伝説の所長室。よし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 、これで、いや、犯人じゃない、黒幕じゃない？所長がもしかしてこれ。所長は犯人だよ、きっと。でも、所長がさ、あれかもしれないよ。お友達かもしれないよ。いや、絶対そうだよ、この流れ。あ、ボス？そうだよ。ボス。
マジ？それか、なんか所長をもはやゾンビになって食ってたか。やばいね。友達が。あ、友達がね。リベレーター、こっちだ。あ、そうか、俺たち友達探しに来たのか。そうだ。そう、友達はまだ見つかってないから、多分絶対所長が友達か、あれ、俺らが所長か。俺らが所長だった？いや、うちらが所長だね、これはもう。マーティ？1階かな？ 1 階。よし、来たぞ、ついに。なんだっけ、アギとかアキとかなんか、それ系の名前会えるぞ、これで。楽しみだ。いや、めっちゃ楽しみ。ここだ。来たー。何が待ち受けているんだ。うわ、楽しみ。普通に楽しみ。行くぞ。何が待ち受けているんだ。はい。所長のスマホの壁紙はどんな待ち受け画面なんだ。何を気にしてお前は。気にしないだろう。おおおお、出てきた。所長降ってきた。誰だ。研究員ではなさそうだな。てるよ。でもここにいるってことはお前が所長か。お前らが実験に使っている人間はどこにいる。教えろ。なぜそれを知っている。最高機密情報のはず。早く教えるんだ。時間が惜しい。あお前ふざけんなよバーカ。まだ地下4階だ。そこに検体が全員いる。この部屋にあるエレベーター機を使えば行けるはずだ。地下4階、これで港が見つけれるはず。知れお前。なるちゃん見てなかった。俺読んでた読んでた。こいつここにあった絵バシャーンって撮ったから丸見え。隠し要素丸見え。何がだ。この部屋で何をするんだ。よくわからないぞ。おい絶対それじゃん。ふざけんなよお前。これか、この看板か。これそれだよ。何言ってんのお前。レバー、何言ってんのお前。レバーか。どういうことだよ。看板は何でもないから。それあ、でもこいつなんか言ってるよ。しんどしさん、話しかけると。クソ、副所長に騙されなければこの人体実験だってずっと反対していたのに、あいつだけは許さない。じゃあ副所長がその友達なんだよ、きっと。そういうことね。そうね、騙した人がいるってことだ。で、ちなみに名前はミナトだったね。ミナトだったね、正解は。名前はね、あ、ミナトだ、あれだ、東京リベンジャーズだよ、覚えよう。東京リベンジャーズ。そう、東京特許特許特許局特許局。よし、行くよ。あ、いた。あ、え、何がいた。なんか音がしたよ。あ、これじゃね。あ、そこだ。これか。え、あ、チェスト、なんだ。エレベーター地下4階。こいつ隠してたわ、ここに。こいつ何隠してんだよ。いや、難しかったな。分かりにくいとこに隠しやがって。ふざけんなお前。楽しい、これ。何回やっても会いたい、閉じたりする。本当だ、すごいね。隠し部屋じゃん。早く行くぞ。お前だよ、お前が見つけちゃったから。お前尺伸ばしてくれてたんだよ、お嬢が。頑張って。ひどかったもんだって。びっくりした、俺読んでたから全然分かんなかった。分かったね。なんかぶん殴りたくなっちゃってさ。お前いつも絵壊してるもんな。大体マップの絵壊してる。さあ、じゃあ4階に行きますか。そろそろちょっと終わってくんないと肉の在庫がやばいんで、ね。やばいよね。あ、俺あるよ、肉の在庫いる。ここまだある。よしよし、まだ大丈夫、はい、よし、行けるぞこれで。地下4階、じゃあみんな行きますよ、はい、地下4階へ参ります。おお、動いてる。ワープしないぞ、ワープしないぞ。うーって音してる。おっ、やばい、なんかやばそうな部屋だよ。うわあ、レーザークリット出てくる。レーザークリットやばい。待って、行くよ。行って、早く。え、ミナトじゃない、ミナトじゃない、あれミンチされて。あれミナトじゃない。ミナト、タイムスリップだ。なんかすごいベッドみたいなのがいっぱいある。待って、シュウさん待って、これ多分ここで本当に多分解体とかしたとこじゃない、これ。あ、ここか、こう解体部屋ってことか。戦慄迷宮みたいだね、なんか。確かに。行くよ、みんな行くよ。いい、なんか行けってお前。ミナト、なんか、あ、あれはミナト、今助けに来たぞ。佐藤研究員、よくここまでたどり着いたものだ。あなたはもうゾンビになったはずじゃ。私からすれば君がゾンビになっていないことが驚きだよ。まさか停電とあの防護ロボットを切り抜けるとはな。質が悪いって言ったんだ。まさか全部お前が仕組んだのか。お前何者だ。私はこの副所長だ。まあ表向きはもう死んだことになっているがな。お前が全ての黒幕ってことか。港から早く離れろ、撃つぞ。離れたところで検体への実験は先ほど完了している。遅かったな。大変だ。そんなハッタリは意味ない。早く離れろ。港死ね。果たしてハッタリかな。うわあ、最強の完成者の誕生だ。ミナト、大丈夫か。体が動かない。やめろ、私を取り込むな。待って、なんてことだ。クソ、間に合わなかったか。ミナト、ミナト、副所長、副所長、異変、変異した死因を倒せ。やっぱ使うじゃん、やっぱ使うじゃん、これ。やべ、なんで俺攻撃してくの。なんで俺なんだよ。そこにやべ、ミナト死ね。待って、怖い、待って、やばい。
だって赤ちゃん産んだ。大変大変。これさ、赤ちゃん産んでる、赤ちゃん産んでるこいつ。え、赤ちゃん産んでる、本当だ本当だ。本当だ、本当だ。おちびコンがいる、可愛い。待って待って、強くない強くない。全部はシンドリさんを狙い、全員シンドリさんを狙い。おい、バカ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 。離れてこう、シンドリさんから。あ、ま、なんか出したよ、なんか出したよ。うんち出したよ、うんち出した。なんか出した出した。で、なんで俺んとこ来んの。いやー。やばいやばいってやばいってやばいって。よし、倒せ倒せ。ごめん、みなと。え、でもなんか意外といけそうじゃない？意外といけそう。いや、てかゾンビも一発撃っただけで死ぬし強いもんね、この銃が、注射銃が。よしよし、なんかさ、あれなんだよね、思い入れゼロだからさ、何も思わない湊、うん、俺お前を殺したくなってない。湊お前を殺したくなってない。一人だけなんか思い入れがあるやついる。いや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 、死ね死ね、叩く叩く。はいはい、死ぬよ。もう死ね死ね死ね、湊死ね、湊湊や、はい、やばい、さよなら湊。バイバイ湊。湊あー湊ごめん湊。いや、これで動くんだ。これで動いてる。湊これで動いてるよ。ミナト動いて、おー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 、違う、あーミナト、おーおミナト、ごめんね、さっきまで名前忘れてたけど、ハヤトだっけ。あ、ハヤト、ハヤトじゃねえ、ミナトだよ。うん、ミナトね。でも N って書いてあるよ。え、 N だ、大丈夫か。ミナト息はしてる、よかったけどかなり衰弱している。早くここから連れ出さないと。とどめだ、とどめを刺さなきゃ。お、とどめ刺さんといて。お嬢、違う違う、戻った。ここでとどめを刺すか。とどめ刺さなきゃ。またいつあんな怪物になるかもわからないやつをここで野放ししておけんよ。堅実だな、こういうやついるよな。反対するやつね、いるいる。うん、俺はやる、俺はやる。神道士がそうなってもやる。でもバカバカバカ、助けて。そういう時はせめて鬼滅の刃みたいな感じで、あの禰豆子助ける感覚で助けて。やだ、俺あの終わり方あんま好きじゃない。終わりの話してないね。終わりの話してないね。よし、行くよ。みんな、逃げよう逃げよう。はい。こんなとこ早く脱出しようぜ、みんな。オッケー。あ、間違えた、ごめん。異常ドキだ。もうバカ、地下4個もう行ったわ。もう行く、バカバカバカ。一回一回一回。出口。一回から向こうだ。出口出口。急げ急げ、なんかやばい気がする。やばいぞ、これみんな。あれ、降ってくるんじゃない？なんか、火山とか。火山降ってくるのやばいね。火山ないか。あ、どっちだっけ？どっちだっけ？こっち？どっちかだよ、多分、お嬢。こっちだ、こっちだ。多分、こっちだ。あっちだ、あっちだ。あっちだ、こっちだ。あ、こっちだ。お嬢、ナイス。当たってる。あれ、全然違う。全然違う、全然違う。あいつだけ置いていこう。あ！あ！びっくりした。何？戻る時の記憶はほとんどないが、無事に生きて帰ることができた。あの後、神隠しの生存者としてメディアに取り上げられたことで、研究所の存在もなんとかはとなった。これにより、研究に関わっていた人たちは政府関係者含め逮捕され、研究所は完全に封鎖された。もう生きてるやついねえだろ。また、あの日からしばらくして研究所の資料をもとにワクチンが開発された。おかげで湊は順調に回復し、無事元の生活に戻ることができた。怪しいよ、あいつ、湊。しばらくするとこの町にあった神隠しの噂も消えていき、平和な日々が訪れていた。おー、あったー、クリアー。ミナトいるじゃん。あ、お前はまだあのゾンビみたいになるかもしれない。俺は殺す。おるおるね、やめろって。お前が一番ゾンビになるやん。おい、やったー、これでゾンビはいなくなったぞ。待って、なんかまだ続いてたわ。なんだなんだこれ。あ、もうなんか部屋あるよ。なんか部屋あるね、これ。なんだこれ。俺、あれじゃない、ニコちゃん何個ありますみたいな答え合わせできるんじゃない。あー、そうだ、ニコちゃんコインのあれがまだあったね。ニコちゃんコイン回答、回答欲しいな、ニコちゃんコインの。あ、待って、出れる、外に。え、違う、ロ、え、あ、え、やばい、世界はもう終焉の時を迎えている。真っ暗だ。本当だ、もう終わ、あ、破滅した。ニコちゃんコインの謎知りたいよね。なんかね、本はあるんだけどね、書いてないんだよね。あ、そうなんだ、マジか。あ、レイちゃん何のためのニコちゃん、ね、ニコちゃんの謎だけちょっとあれじゃない。あれじゃない、それは自分で考えろ的な。繋げたかるな、繋げたかるな、お前。それは後で考察してくれみたいな感じじゃない。マジ、ニコちゃんちょっと湊に投げてみる。あ、投げてみよう。湊が復活するかも。違うわ、集めただけだったのかもしれないね。集めただけだったのかな。へえ。湊でも精神崩壊してるね、まだずっと壁見てるよ。そうだね。え、動いたよ今。湊動いたよ。プッチ、え、プッチの言う通り危ないかもしれない。こいつ危ないぞ。やばいやばい、みんな逃げよう。逃げろ逃げろ逃げよう。いやー、待って違うよ、俺ウイルス感染してないよ。みんな違うって。こいつは噛まれてた、湊に。噛まれてないって。おい、やめてくれ、噛まれてないって。おい。